どうも皆さん、ようこそナオミクラブへ今日はですね特別な日ですよ、まあ、自分で言うのもなんですけども今日、誕生日なんです今日で34歳になったんですが今日はお誕生日会をみんなと一緒にやっていきたいと思っておりますのでぜひ最後まで一緒に楽しんでいってゲストは平成のぶし拳吉村高橋さんそして食べ物はとってもとっても大好きな串揚げでございますよろししくお願いします。 <わ>ー <laughs> イエーあどうもこんばんばはみんなあお誕生日おめでとうあ,ありがとうたくさんのお誕生日おめでとうコメントありがとうございますすごいよすごいよありがとう嬉しいもう34っていうのに、ね、ちょっとびっくりいつもさほら変な話ばっかりしてるからさ自分の中では精神年齢はちょっともう小学生ぐらいのノリなんだけどもう34立派な大人ですよありがとうあすごい えー、ありがとうめちゃくちゃおめでとう来てるありがたいですねまあ去年去年も YouTube 生配信やってニューヨークでやったのよでその時は一人でお誕生日会やるよっていうのでみんなをね呼んでやったんですよでもその時ねもう下ネタばっかりでさ危なかったまじでバンされる寸前まで行ったんですけど楽しいお誕生日を迎えられましたで今日もねちょっとみんなと一緒にやりたいなと思ってやることになりました で今日本にいます私は日本に来ても1ヶ月ちょっとかなでお仕事の感じで来たんですけど本当はもともと早く帰る予定だったのもっとねだけどちょうど誕生日も土曜日だったしあみんなと過ごしたいなと思って、まあ、日本まもなくニューヨークに帰るんですが日本ギリギリでねみんなと過ごしたいと思って始めました元気だったかは,ーは,ーはーいあおはようってあ、海外の方ですかお誕生日おめでとうえ嬉しいえこんなにさ誕生日おめでとうって 言われるのってやっぱ嬉しいんだね元気だよありがとういつもね見てくださってありがとうございますエプロンかわいいあいや洋服ですすいません。<laughs> サロペットです今日はこんな感じの感じでやってますちなみにねちなみに今日誕生日ってことでね <laughs> プロのカメラマンさんとプロの音声さんに来ていただきました <laughs> 本当ありがとうございます いつもね一人でやっててもういろんなことトラブルカメラがぶっ壊れたりさ音がもう二重に聞こえたりとかもいろんなトラブルがあったんだけど今日は誕生日だからいいよって吉本がねいいよみたいな感じで言ってくれて、まあ、スタッフさんプロの方がいるので今日はもうカメラもね2台ぐらい用意していろいろ動かしてくれたりとかもするので本日よろしくお願いします。ちょっとと自己紹介だけよろしいですか <laughs> <laughs> カメラマンのえっと 吉本でカメラマンしてます。大陽と申します。お願いします。よろしくお願いします。そして。音声の角田と申します。<laughs> よろしくお願いします。いや、まだが本当にロケぐらいのね、感じだよね。もうスタッフさんの数がね。で、今日はね、もう超特別だよ。私ずっとニューヨークにいて。 日本に帰った時に絶対これ食べたいって言ってた、まあ、串揚げ、まあ、串カツ串揚げこれずっと言ってたじゃん。で実は一回食べに行ってるんだけどやっぱうまいと思ってでも家で食べたいなと思ったら今回ねそれもしかもね超特別な感じでやるからあちょっとまだ言えないんだけどそれもね引き続きやっていきながら皆さんもお食事の準備をしながら えー、今日は生配信をやっていきたいいいと思いますいつもさ4時間とかさやってるじゃん生配信4時間はちょっとね最近周りの友達に言われたのよ4時間1人で喋ってるわちょっと頭おかしいかもみたいなこと言われてえマジみたいないや相当それ喋ってるよみたいな確かにと思ってなんで今日はちょっと短めにギュギュッと中身を濃くした感じでいきたいと思いますそしてスペシャルゲストあの平成のぶし拳の吉村隆さんに ていただきたいと思いますえ、吉村さんも youtube ねいろいろやってるからその youtube のお話だったりとか我々のなれそめなれそめな <laughs> <laughs> れそめみたいなのを話していけたらいいなと思いますはいえー頭おかしくないよもっとやってよ4時間嬉しいよとか言ってありがとうございますあ声がちょっと小さい小さいですか大丈夫ですかありがとうございますなので今日はねかなり豪華な回になっております なのででで皆ささんん最後まで楽しんでいってくださいあとグッズこれさずっと言わなきゃいけないと思った100万人がねもう45ヶ月前ぐらいですか100万人 <laughs> 突破したんですよチャンネル登録者数ありがとうございますでグッズを作ろうグッズを作ろうっていうので最近ちょっと進展があったので後半はあのグッズをの紹介紹介っていうか、まあ、ちょっとお話をさせていただきたいと思いますあ声がいつもより小さい声が小さいちょっとさ上げてみるこっちでちょっと上げてみようかねえ やってみるってのもいいかもねちょっと待ってねあちょなんか変なの出てきちゃったちょっと待ってね声を上げてみようああ、ちっちゃくなってるねすごくちょっと待ってねこれでいこうこれだったらどうかなみんなこれだったらどうでしょうかかなり大きくなったんじゃないでしょうかありがとうございますえ、いつも生配信とかやるんですか やりますよ僕らも、はい、あやるやりますでも今日はちょっとなんか特殊ですよね多分ね特殊ですね,ねカメラとか音とかも結構ね、うん、ギリギリまで私は結構ねしつこくもっとこんな音でみたいなので、ね、言ってたんですけどよろしくお願いしますお願いします、はい、いいですかあいい感じあいい感じですねありがとうございますいやニューヨークに半年いて ででそっっから日本に帰ててきて、ね、一発生配信やったじゃんであん時はまだ自粛中の時の生配信かなあんまり外に出れてない時だったんだけど今回はもう仕事仕事をがっつりした後の生配信だからやっぱさ日本最高と思ったし、まあ、お仕事もなんかやっぱ言葉が通じるってマジ最高と思った。 向こうでもね、ニューヨークでもちょこちょこお仕事はさせてもらってたんだけどやっぱ言葉の壁がすんごいあったのだけど今回は本当になんていうのもう意思疎通がすごい取れるしでいろんな人とお仕事させてもらってで誕生日をさみんなすごい祝ってくれたんですよ仕事先の人たちはみんなケーキ、ね、出してくださってでインスタにそれをやっぱありがたいからさあケーキ頂い,いちゃいましたとか言って毎日のように載せてたんだけどやっぱ DM で来るもんねいつ誕生日なのみたいな。 毎日ケーキ出してるからいつ誕生日なのみたいな感じになっててちょっと申し訳ないなと思ったんですが10月23日が私の誕生日でございますありがとうございますおと小さい人は自分の設定ではあありがとうございます <laughs> なんかあお誕生日めそうそうそうだからみんな 10月の頭ぐらいからもうケーキ出してたからみんなえ「いつ誕生日なんですか?」みたいな「おめでとうおめでとう」って来たんだけどそう実はね10月の後半なんですよ「今日本ですか日本ですだからどこにいるんですか?」っていう質問もめっちゃくる「え今日本なんですか?」「今ニューヨークですか?」とかめっちゃくるでまもなくちょっと日本からニューヨークに飛び立って、まあ、ニューヨークでもちょこちょこお仕事をしながらやっていこうかなみたいなでも本当に。 英語がさ、マジで喋れないわけ。どうするどんだけ勉強してももうダメなのよ本当にで綾部さんピースの綾部さんが私よりも先にねニューヨークに、まあ、移住されててもう4年目なの今年でニューヨークにいる時ちょこちょこご飯行くんだけどその時も綾部さんはもうやっぱ喋れないっつって。 喋れないけど最近やっと動物の名前をネイティブな英語で言えるようになったっつって「いやどこでそれ使うの?」みたいな <laughs> あんまり動物なの名前することないけどと思いながらも4年住んでてもやっぱりこうネイティブにベラベラ喋るっての、ね、は厳しいんだなと思ってただちょっとこの日本にいる間はね仕事してるからちょっとこう英語の勉強がこうしっかりできるっていう環境ではなかったけども、えー、この11月ニューヨーク帰ったらもうがっつりがっつり英語やろうかなと思う。 やっぱさいろんな芸人さんとも、ね、会ったりとかみんなでちょっと、ね、ご飯食べたりとかっていう時にやっぱすっごい応援してくださって元気にやってたのみたいな向こうで頑張るよみたいなもちろんスタッフさんとかもそうだけどだから今回のこの1か月の日本の滞在はなんか勇気をすごいもらったというかマジで結果残さなきゃ頑張んなきゃってすごいパワーと勇気をもらったんで11月から頑張りますあとはそうね34歳になったから新しい目標をつけるとしたら。 インスタの更新インスタの更新は今あんまりできてないんだけど日々更新できるように頑張りますあと LINE とかちゃんと返しますあとは何だろうな彼氏作ります彼氏かなんかそういう遊べる男の子を作ります <laughs> ちょっとやっぱシャイガールだからさニューヨーク行ってもなかなかね、まあ、デートしようみたいな感じになってもさ照れちゃってできないんだけど でも、この三十四歳、ちょっと大人のね、恋愛を必死にやっていきたいと思います。リップどこのかわいい、全然話聞いてないね。<laughs> 全然私の話聞いてる。スタッフさんおる前で、これや、やってるのじわる、わ <laughs> かる?。私、いつも壁に向かって喋ってるの一人で、だから。実はちょっと緊張してんだよね。<laughs> なんかみんな見てるしさ飲んで見てくんの？いつも一人で喋っててなんかニャンニャンとか言ってやったりとかするからさちょっとマジっていうちょっと痩せたいやこれがさ今多分肩出してる服だから痩せたように見えるのかもしんないけどニューヨークに行った時にして6キロ痩せたのよ別に何もしてないよ食べ物も普通に食べてるしただ日本と違うのが日本だと車の運転してるから歩く機会があんまりないんですよでもニューヨークだと場所が全部近いから。 常に毎日歩いてたのでそれが多分6キロぐらい痩せたんだけど日本に帰ってきて自粛の2週間でまず3キロ太ってこれなんでやっぱ運動かなで美味しいものいっぱいあるじゃん日本にでいっぱいご飯食べたらめっちゃ多分今戻ったっていうか,だから今肩出してるから痩せて見えるのかもしれないけどねまたちょっとね体重が戻っちゃいました34歳はじけていこうそうねはじけていきましょう 季節感おかしくてくさ <laughs> <laughs> え私結構まだ半袖いけるんだけどえ結構寒いのかなもう寒くなったの半袖ではもう動いてないですか皆さんあそう私まだ全然いけますねだからさっきちょっとね怒られたもんね吉村さんに冷房23度にの強風にしてたら「寒いな」みたいな感じになってたからちょっとやっぱね暑がりですからニューヨークはもっと寒いかもね ニューヨークはもうめちゃくちゃ寒くなってるかもしれない。あペパロニお迎えしたよ。え、マジであちょっとね、この話も後でしていきたいと思いますので、皆さんぜひ最後までお願いします。それでは、一発目の、一発目のハッスルタイムいっちゃおうかな。ハッスルタイム、こんなたくさんの人たちの前にやるのは初めてです。それでは、いきましょう。ハッスルタイムでーす。よ o この時間まだ始まってさ十二分しか経たないのにさやっていこうよはいよろしくお願いしますチャンネル登録よろしくでああいいねも絶対押してっていいねそういいねそういいねを押していいねを押してそのあなたの指を携帯のところに置いていいねを押してっていいねを絶対押してって忘れちゃう忘れちゃういつもいいねを忘れちゃう忘れてしまいがちのいいねを絶対押して押して押して,押して押してあ押して押して し今日はなんかすありがとうございます <laughs> 嬉しい <laughs> 今の聞いた今音声さんがさ終わった瞬間にさえって声に出して言ってたでしょ今 <laughs> え、なにこれみたいな聞いてたでしょ今 <laughs> そうなんですよねこのハッスルタイムっていうのがあって結構さ動画とか生配信中ってこう集中しちゃうじゃん 集中しちゃっていいなって思ってもいいねを押してしまい忘れちゃう忘れがちになっちゃうんでこういうのを作ったんですよちょっと普通にいいね押してくださいっていうよりちょっとエンターテインメント性を高くした方がいいかなと思ってやったんだけど実はこれ歌ってる私もずっと鳥肌なんだよね <laughs> 超恥ずかしいのよ実はでもみんながねこれが好きですからやってますはいあ押してくれた皆さんありがとうございますありがとうございます 厚かましい女目というコメントもね来てますありがとう <laughs> にょ,んにょんタイムさあということで早速例の方をお呼びしますか準備よろしいですかあこれはよろしいですか <laughs> なんかすごい意を決した感じで来られてますね。じゃあゲスト紹介したいと思います。平成ののぶぶしこぶしこ 吉村隆さんです午前0時を過ぎたら一番に届けようハッピーバースデー <laughs> ハッピーバースデー <laughs> ハッファーゼートゥーユーきょうはあなたを取り囲むカワカでいろいろあってバ,バババババンはい OK <laughs> です <laughs> どうも。ありがとうございます。おめでとうでございます。ありがとうございます。はい。あ、これは全然自分で買ったならずけです。そうなんですか。私のプレゼントじゃないの。自分で買ったならずけ。すみません。じゃあ、置いといてください。持ってこなくて大丈夫。いやいや。ちょっとプレゼントってかね。はい。いろいろ悩んだんですよ。マジで。あ、なんかプレゼント買ってきてくれたんですか。うん。で。なおみだ、いろんなおしゃれなものあるし。でね、何を買っていいのか迷って。で、間に合わなかったり一個は。はい。 銀行間に合わなかったんだけど、一つは間に合ったから。え早速プレゼント。そうそう、後から届くけど、いいかい、それは。はい、わかりました。まずね、料理するでしょ向こう行った時に。あ、やります。やります。すごいの見つけちゃったのよ。なに。これ、土鍋ね。土鍋。土鍋と。はい。あ、これはあるんだ。そう。土鍋。なに。あ、これ。え、可愛い。この土鍋が届いたのよ。 しかもご飯も炊けるやつですか、これ。そう、これご飯。あ、ご飯専用のやつ。ご飯専用のやつ、もう一個、えー。ご飯じゃないやつもあるから。うん。で、これがね。はい。とんでもなく美味しく、我が家も使ってるの、米が炊けるの。えー、これ吉村さんも使ってるんですか。使ってる。えー。 白じゃないいけけどど。ね。これの黒だけどありがとうございます。ちょっとスピード感速くないですか来てそうそうプレゼントあげてますけど <laughs>、うん、吉野さんあの視聴者の皆さんはい,い,い,い俺それ分かんないこれプレゼントこれお米やって <laughs>、えー、12分ぐらい強火で大丈夫ですからあともう火消し時計とかあ,あそれでもうできちゃうんだもうできちゃう水加減ももう自分なりにやってもらえればあありがとうございます嬉しい、はい、土鍋嬉しい8,000円かなあええ お買い上げありがとうございます。すみません。払ってください。プレゼントじゃないの。今やもう、カツカツなんです。月末。やばいんです。すみません。わかりました。後でお支払いします。はい、お願いします。ありがとうございます。そう。え誕生日。一緒に過ごすの初めてじゃない。初めてかもね。ね。そう。ええ、過ごしたことあるんじゃない。あったっけ。今まで。過去に、でも、誕生日祝いはしたことあるじゃん。そうですね。誕生日祝いはあります。るけど、全くの誕生日。今日でしょだって。今日なんですよ。もう、本当に、良かったスケジュール空いてて。 前回ね生配信をニューヨークでやってる時にたまたま吉村さんがね、生配信中に電話がかかってきてで、お前なんかやってるらしいなみたいな俺そんなジャイアンじゃねえから <laughs> <laughs> お前何やってられへんなって <laughs> で、その裏でちょうど吉村さんもゲーム配信をしてて、うん、で、その時う電話でじゃあ今度こっちの生配信で一緒にご飯食べながらやりましょうよって言っていいよって言ってくださったんですよね。そそそそそう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 。い<う>いや、すごいよ、だって、まあ ゲーム配信やってる裏で直美がやってるっていうのを、はい、まあ後輩が気づいて、うん、言ったらうち最初400500ぐらいしかいなかったんだけどこれ見てた方が、うん、もう3000人4000人ぐらいバンババって来てさ、はい、うちそんなの対応してないから <laughs> 田舎のさちっちゃな町中華に急に人が来ちゃってさ大変だったんだから <laughs> コメントもあるとみんなテンパっちゃって「もうや<え>読めません! <laughs>」もうロイさん! <laughs>」って言ってたから。<laughs> 時代が古い例えですね <laughs> もう封鎖 <laughs> できますんみんなテンパっちゃって大変だったんだから。でいつかこっちに来てやってくださいよっていう話でたまたま自分の誕生日の日が。 土曜日だったんで、吉村さんに行ったらスケジュールが空いてたっていうので、はい。空いてた。で、なんか仕事があったけど、それがたまたまなくなって。あ運命じゃん。運命でございますよ。で、この後ゲーム配信に行くんですよ、ね、ゲーム配信行く、はい。今日大会なんでしょう、ゲームの。で大会というかギャラ争奪戦というか、はいそのそんな収益はないけどね。多少上がったから、そんな割っても数千になっちゃうから、うん、もうみんなで 勝っ,った人が総取りっていうのをやるけどじゃあぜひねお時間ある方はそのあとの生配信見ていただけたらいやいやいやいいよ,よこっちもう慌てちゃうからなんでみんなをさ呼ばないようにしようとしてるのいやだって見せたくないじゃんうちのこのさこんなおしゃれなさ画質でやってるわけじゃんここはいはいうちのなんてもう画質も荒いし、うん、ガリッと中熊谷が出たりとか <laughs> もう見せれるもんじゃないのよクオリティが全然違うから恥ずかしい そんなことないです。ゲームね、好きな方もいますから。はい。で、後でね、またあの。吉村さんへの質問コーナーみたいなのやっていきますか一時間ほど。吉村さんへの質問コーナー、一時間。一時間やるの?。足りないね。もっと欲しい。いや、米炊いてくれよ。なんか、後で絶対うまいから、これ。あ、じゃ、あ、生配信中に炊いてみますか?。炊いてみれたらね。はい。ガスだから。ガス?。あ、向こうで米炊く?。あ、うここで炊きますよ。あ、もうこれ最高だよ。でも、私、すんごい興味あったんですよ。うん。 だけどちょっとやっぱりやり方が分かんないなとか簡単にできるものがいいなと思ってたんでそうそうそうなんか蒸し加減とかめんどくさいじゃん、うん、これねそこまでやんなくまあ俺は自分の好みが見つかったんで10分間えじゃあ強火で最初やってふわーっと拭いたら <laughs> ちょっと10分間ぐらい弱火でやった後は切るっていうのをねあーなるほど自分のやつをようやく吉村さん結構料理しますよねここ最近するようになったええー、これは本当に一番の得意料理なんですか一番ななんだろうな 今カレーとかかもルーとか野菜切って野菜切ってで俺もう選べないのよ豚も牛も鶏も全部入れるえ全部入れてお肉全種類ごっちゃごちゃで作るからでも美味しそうそういうのをやったりする今度やればいいじゃないですか料理生配信とか嫌だよし下じゃねえんだからお前

いや、そうですよ。この、この速さで、で、まだ今始まったばっかりなんで、ここからどんどん人が。多分、き、たくさん来てくれると思います。こんな書き込み早いの。はい、読んでください。読んでください。もう。いや、無理、無理、無理、もう。いや、もう株価じゃん。このスピード。いや、いや、とか。経験したことないよ。こんな早いの。いや、いや、いや、早いのよ。だから、コメントね、パって見つけて読まないとすぐ。へえ、すごい。 なので皆さんとね今日やっていきたいと思うんですが、はい、私がいつもどんな生配信やってるか知ってますかなんとなくはだって前も見たし、はい、見たことあるよご飯をね自分で作った食べ物をみんなで食べながら一緒にいただきますしてちょっとほらコロナでさ外出れなかったりとか家で一人でご飯食べる人とかいるかなと思って、うんうん、一緒に食べようっていう企画をいつもやってるんですかそうでも今日は私の誕生日ということで奮発しましたあら 私ほらさっきも言ったんですけど串揚げが食べたたいってずっと言っててずと言じゃないですか、うん、なんとですね今日その串揚げ私がよく行ってる串亭さんというお店があるんですがあったそのお店のシェフに来ていただいて、うん、もう生でそこで揚げていただいたものをレストランと同じように食べるという。 確かにシェフは坊主でね、澤部さんにも見えるしハラ、はい、<laughs> イんイのお二人じゃないですの2人来てから喋ってもらっていいですか <laughs> 今うちらは見えてるけど画面の、ね、向こうの皆さん見えてないからワク,ワクするよ。しまあそう見えるなと思うからそう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 ということで今日はですね、あのー、お二人に来ていただいてもらってるので、はい、それでは社長とシェフよろししくお願いします,す,ごいすごいよー。 はい、ということで、あっ、ちょっとはい、えっ、ー、と、この感じもなんか雰囲気も、ハライチさんじゃないです、ほら、思ったよりハライチって書いてあったから、<laughs> 本当、岩井さんにそっくりです、ね、そうそうあこうか、私が、うん、そう髪型とかもね、ね髪型がそっくりなのよ、本当に。 社長とシェフでございますじゃあちょっと自己紹介の方よろしくお願いしますはい、して運営してます社長の多久と申します、うん、今日は多久さん多久って言います田んぼの谷久しいって書いて多久って言います多久さん多久はい、はい、珍しい名字ですねすごいはい、多久社長、そして武田と申しますあ、武田さん <laughs> 武田さん, <laughs> 田さん取れてなかった <laughs> 取れてなかったリアクション <laughs> はい、えっと、武田さんですねははい。はい。 今回はあの本当に串栄、はあ、もう有名な串揚げの高級な串揚げ屋さんでもう私がもう結構前からね10年以上前からよく行ってたんですが、はい、もうどうしても串栄の串揚げ食べたいんですって言ったら社長が快く OK してくださってはい、はい、私も行ったことありますよあ本当ですかそうですすかそうよ、行ってますよあっございますとね エロティックな個室もねあったじゃないですか。個室があって個室でいただきましたダイゴさんとかと行った記憶があるかな。あとフーさんね、フーさんとダイゴさん。いやフーさん言ったって誰もわかんないから。吉村さんね、そのフーさんって言っても誰もわかんないのよ。いやいやでも。プライベートの友達の名前出すにやめてフーさんとダイゴさん。分かる人は分かるって感じですが。はい。はい。今回で特別ですよねこれはね。初めて。え？っはい。行います。普段からやってるんじゃなくて。はい。 ずっとやっあの来ていただいているんで、はあ、特別に今日は出張た嬉します、ね。そうなんです。今日は特別に来てくださったということで本当にありがとうございます。ね嬉しい。いや食べたい。マジで僕好きなんですけど、うん、このコロナになって食べてない一回も。でしょ。食べれてない。そう串揚げってなかなか家でね。やらない。できないじゃないですか。で一人で行くもんでもないじゃない。うん、そうそうそう。 みんなで食べたりとかするから、うん、確かに遠ざかってたな。これはいいな。そうなんです。よ。だから今日はですね、お二人にもうお店の一押しのね、全く同じような食材を持ってきてくださって、あ嬉しいな揚げたものを食べながらみんなでトークしていきたいと。贅沢。はい。武田さんもね、本日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます,います、えー。武田さんはどこ出身なんですか。神戸です。<laughs> <laughs> やめてやめてずれるずれる。さん、間が独特ですよ。ビビりますね。さすがですよ、これぞ。さすがですね。さすがでございますよ。神戸ですか？神戸です。あ、神戸。神戸。もうずっと料理人をやられてるんですか？一応やってます。あ、もう謙虚な。しかも関西ですもんね。やっぱ串揚げ串カツの文化、そこで腕を振るってこっちに乗り込んできたわけですから間違いないですから。そうですね。じゃあ社長。 今から、じゃコースの方をお願いしますよろしくお願いしますはい、ご用意していきますありがとうございます社長、若いよ社長、若いお米も炊いてください、あれだったら分かりました、お米、お米あるんですか買ってきますいやいや、大丈夫ですよ、そんな無理しなくて社長、社長、お願いしますややこしい、めんどくさくやりますからこれはまたね、今度やりましょうえちなみに社長っておいくつなんですかおい、狙ってんじゃんちゃ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 武田さんに聞いたかあねんて 武田さんにはどこ出身か聞いて社長には年齢聞くなんて社長って串手って結構長いじゃないですか店舗とかもでも社長若いなと思ったより若いありがとうございますどう世代ぐらいですか私とあちょっとしたです32年あっ32歳の社長いやでももうそういう世代がね経営したりとかする時代なんですよすごいですよねちなみにそういうパートナー的な方は パートナーはい。そのパートナー。あ、でもほら結婚薬指見なかっあ、失礼いたしました。指輪を見ずに質問してしまいました。そうだ、まあそれは野暮だよ。失礼致しました。うん。同様奥様に申し訳ないとね。武田さんはあの若くつでいらっしゃいますか。四十四で。あ、四十四。ほ近い世代一緒ですね。吉村さんと同じ世代で。 ごあのー、パートナーはいらっしゃいますか武田さんいらっしゃいませんあーらーあいらっしゃいませんいらっしゃいませんあらフリーじゃん武田行っちゃうくな <laughs> <laughs> あの J リーグじゃないの武田行っちゃうから <laughs> やめてくださいすいません失礼いたしますありがとうございます,すいまじゃあお料理の方をお願いしますはい,、はい、お願いすありがとうございますまずねちょっとね本当にすごいのが お店のものを全部持ってきてくださったんですよいやいやチラッと見ましたよ私そう通った時に食材をそうあのー、本気です本気マジでみんなすごいよ今日は特別版ですいつも私ちくわ焼いたものを食べたりとか、うん、もう本当に簡単な料理しかやってないんですけどでもさ、うん、もう今後そういう風にしたらなんかちょっといいものを食べるっていう風にしてほしいよそのちくわ焼いてとか ニューヨークの今のののなんかみたいの見たいい見よこっちはニューヨーヨクのトレンドの飯とかとかトレンドじゃなくてもいいけどこういうの食べてますっていうの見たいのよなるほど、うん、やっていきましょうそれもだ知り合いのシェフ呼んでみたいなこともあるじゃない,、うん、いや今日はでも特別なんですよ本当に社長がの心意気でやってくださいましたから、うん、あすごいの来たよみんなえやばいはいくわっ メニューですかそうです。今日ラインナップです。ラインナップでございます。嘘だろ家でやるのこれ。そう。これを今日は持ってきてくださったんですよ。すごくないちょっと食べちゃうかしら。ポニョポニョこんなの嬉しいよおい、正月じゃねえかよ <laughs> でもね、本当に日本…で最後、ね美味しいご飯。 うん、串揚げ食べたいと思ったんであじゃあほぼほぼこれが日本の外食の、うん、外食ではないか日本の食事のラストに近い、ねまあ、ラストというかもうまもなくニューヨークに帰りますので<ー>はいそしてあまだあるまだあるよえ<っ>うわ海鮮もすごいお肉と海鮮とこんな感じでお送りしております皆さん今日はこれもね今から揚げて食べていきたいと思いますので はい。あら,素晴らしいハモもあるハモも。これもうシーズン的にラストですねラストのハモわあハモ大好きですもんねハモ大好きですから私それではお願いしてもよろしいでしょうかすごいメニューもあるそうメニューもあるんでちょっとねそこから好きなのも選んでもいいですしお任せでもいいですよお任せでもいいですしはい、はい、じゃあお任せにしますかシェフたちのもうそうですね全力出してくださいいくらでも食えますからドン <laughs> 引き <laughs> <laughs>

これだからみんなほらびっくりしちゃってるよあちなみに皆さんは今日何食べられるんですかっていつも聞いてるんで<ー>、はい、何食べてるんですか皆さんはさっきのキムチ鍋とかうちはキムチ鍋だよとかうまそううん<ー>どうですかああビーフシチューうまそう,うまそうだねチキンカツ最高カレーうどんいいですねスペアリブ 最高。あ、炊き込みご飯いいね。キャベツとチキン。シンプルですね。キャベツとチキン。そのままって試合前かな。ちょっと体重をね、落とすのかな。サば寿司とかいいね。牛好きだよ。最高ですね。あれ、なんかよし、なんかコメントがゆっくりになりましたね。なんでだろう年寄りに合わせてくれてるのね、もしかしたら合わせてくれてるそのぐらいのスピードがいいかな。あ、あの、それやらなくて大丈夫です。あのスピードが絶対いいので。 これはあの心臓と同じスピードがトーン、トーン、トーンじゃないともうそれ以外見るともう、パッ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 パーンってなってあやばい、体に負担かかるってなっちゃうから今それに対して話聞いてたの社長だけです社長,社長関係ないの私が心臓のスピードとコメント一緒にしてくれっていうのは関係ない社長社長間違って入ってってますよ <laughs> コメントあの普通のスピードで大丈夫です、はい、あクッキー食べてますいや、これのキノコご飯も美味しいからキノコご飯も作ったんですかうん、適当にキノコバーンって入れて醤油とあれ入れればもう

もうちょっとあの若い方向けのボケでお願いしても <laughs> いいですか。だいぶ若いボケでやってますよ。え、ちょっとこれ知りません。ここで最後のパーンってやってカーンってやってあの当たり取りシリーズ小林章さんの。いやいも小林章さんの時点で。位置がパーック並べて。ちょっと難しいかもしれないんで。あ、そうですか。個な感じで今日はちょっとチューニング合わせてみてもらって。あ、そうですか。何歳なのみんなマジで見てる人は。<laughs> 見てる方々はで私の同世代の方だったりとか、うん、結構で、ね、幅広いんですよ。十代の子もいるし、二十代の子もいるし。 本当に六十代の方もいたりとか、結構幅広いんだよね。やっぱ知らないと当たり嬉し <laughs> うん。<laughs> あ、高三十八、三十一、三十二、二十三、三十です。二十二、十九、十七です。怖い怖い数値ぐらい来ちゃう。<laughs> 頭おかしくなるってばだ。十九十九。あ、結構みんな若いね。ドムなって、頭おかしくなるから数字二十一、二十五、二十六。やばい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 。三十四。やべやめてくれって。十九あ十<い>代、二十代、三十代え四十吉村さんの同世代も六十二です。 六十二？六十二。六十二歳ですごいね。七十二もうこ本当？すごいだろ。ゆうきさん本当？七十二歳だからこんだけ幅広い。い嘘に決まってんだろお前。七十二だよ。いや見てくれてますよ。書き込めないってうちの妹七十七だけどお。お父さん書き込まないですか YouTube でコメント？書き込めないよ。<laughs> <laughs> これもね吉村さんの今日の時計。 カルティエのね。あ、そう。親父が昔競馬で当てて買ったっていう。ね、かなりヴィンテージのいい時計ですからね。いいかどうかわかんないよ。その田舎の親父が背伸びしャ買ったやつだから。うん、それをちょっと直してつけて。うん、で、ル見てもらったんですよね。見てもらった。うん、修理してもらった時に、うん、これも本物ですけどベルトだけは偽物ですって言われて。<laughs> 悲しい <laughs>、うん。 すごい悲しいすごい,悲しい。親父には報告した偽物だったよって言ったらそしたらうん、だと思ったよって <laughs> ケチったからなっつって <laughs> お父さんにも会いたいですよ久々にあそう老けたよだって77でしょでもお元気じゃないですかまあ元気な方だけどこないだ仕事で帰った時はもう老けてたなぁ昔ねあの吉村さんと、うん、あとはマネージャーのね上田さんと、うん、あと私の後輩 スパイク小川と吉村さんのお父さんとこのメンバーでマカオに行きましてマカオ正月旅行でそう俺も初めて親父に何か海外旅行とかプレゼントしたうん行ったねいやでもあれはねちょっと吉村さんひどいよ何はあのマカオに結構みんなで初めて行ったからあんまり分かんなかったですよねご飯屋さんとかんか調べられなくてでいろんなお店行ったんだけど口に合わないねみたいな感じになって結局 ずっとマック食べてましたよねその当時も7時オーバーの親父もマック食べてで海外旅行なんかあんまり行ったことないからかばんみたいなのもやもぱ海外の恐怖があるからここぐらいまで上げてベルトキッチキチにしてと取られないようにでも吉村さんはもうねそういうカジノとか行ってましたから、うん、うちらもカジノやってて、うん、でもちょっと忘れてたじゃないですかお父さんの存在いやそれそういうのだって集中してんだからもうカジノに集中しちゃってもうお父さん ってておいたんですよね私も途中で気づいたんですよ「あれお父さんいなくないですか?」みたいな吉村さんもなんかずっとやってるから探しに行ったんですよそしたら端の暗いところでパンダが木に登るっていう謎のスロットやってましたよやってた誰もいないところでずっとあと現地のおばさんと仲良くなって二人でこうやって座って話してた言葉全然違うのにんかお互い笑ってるから可愛いお父さんですよね 久しぶりに怒られた直美あれ帰りだけ違ったよねあ帰れちゃいました。そ違たそれっもんね。うん、で俺とそのマネージャーとおやじと帰ったんだけどさ、はい、まあここでまず向こうの空港で喫煙所開けたらパンパンの当時だからね、はい、人がタバコ吸ってる中で。 さがかりみたいなファーッとこうなる時にサングラスがっちりかけてる加藤浩チと出会うわけですお<ー>空港で海外のはいはい「おあよその時そんなに接点ないから「吉村う久、ん、し,し,しぶり」っ言った親父がもう「あざーすぐい」っ <laughs> <laughs> いやー息子らーって<笑><笑>まずそんな親父を見たくなかったっていう見たくないですね親父それ2回見たんだよねさんまさんの時もああ<ー>もう気合入っちゃって浮かれちゃってるから「あはうざ から負け根性出ちゃってでもやっぱ吉村さんと似てますよねお父さん本てるにそっくりずっと前もね北海道行った時みんなでお寿司食べようっつってお父さんもね来られてみんなでお寿司食べてる時もずっとしょうもない僕言いますよ失礼ですけど本当に布団が吹っ飛んだぐらいのレベルのキャラキャラ笑ってるよなそうダジャレもずっとてでもそれがかわいいんですよね緒だとほん方に一緒だと思う でもお父さんんそなはげてないけども M から来てるよね一緒あじゃちょっとお野菜のやいをもうマジでお店のものと一緒一緒だよこれ信じられないぐらいいいいですよちょっと手抜いてもらってもコップもねほんとにくしてえさんから持ってきてくださってありがとうございますあっすぐ飲もうとしてるじゃんそういうとこあるよ昔からごめんなさい失礼いたしましたはい誕生日おめでとうございます乾杯 ありがとうございます。あ、いいグラス。冷えて。もうキンキンに。いやいやもうこのね。もう上がったみたいです。一本目が。一本目黒毛和牛。体震えちゃうこれ。一本目が黒毛和牛のサーロイン。今日鹿児島県産の英語ランクの肉。レアめに仕上げ。何をつけて食べればいいですかこれは。お塩か右の黒い。ソースで。はい。ちょっとね。見えるかな。どうぞ。こんな感じで。

うまいじゃあちょっと私も行かせていただきます私結構ねソースたっぷりめのタイプわかるソースをね先っちょにぱってつけてじゃいただきますうわー,うわーあ味、えー、しい美味しいうまい もうが、あれ、もうラーって言ってる、いいよな。衣がさ、薄くてサクサクでさ、なんか脂っぽくないじゃないですか。内側のこのさ、お肉のさ、脂がぐうッと色がクっソうまいですね。最高。あ、こいただきますって言うの忘れちゃった。あ、そうだ。いただきます。何これ。だったら言わなくていいよこのぐらいのもんだった 美味しい。でもなおみって肉にうるさいよね。で、<う>脂っぽすぎるとダメじゃん,、うん。結構赤身好きですから、ね。赤身好きだからね。うん、いや美味しい野菜もしゃきしゃきで。そうなのよ。あ、またもうあれたくさん武田さんが上げてくれてる、えー。武田さんも乗っちゃっても。次松茸です。松茸。松茸。次は松茸でございますよ。熱を絞ってお塩がおすすめ。素晴らしいね。 吉村さん言っちゃってください。はい。これ喋りながら食べるのもう難しいかも,もいいよな今日はもう,う食べるに集中しよう。マツタケのもガッツリちゃう。うまい。秋ですからうまい、うん。うまい。うん。うま、ん。いうん。うん, <laughs> 歯ごんうん。箱からもふっかりあっかり。うんうん。うん、う口の中のものちょっとちょびちょび見えるのやめてもらっていいですか。暑かったから。<laughs> あ、うまい。最高。いい香りでございます。松茸なんて最高だよね。海外のどっかは松茸食べないとか言いますよね。ほぼ日本だけじゃない。あ日本,日本だけなんだ。アジアだけかな。じゃあ、私もちょっと松茸いただきます。わ。うまい。うまい。すんごい松茸。うん。 めっちゃ美味しい最高いつもちっくわとかくっつるからさ全然やっぱ違いますね、うん、熱々で、うん、食べてもらえてあ、スウェーデンで食べるんだって松茸あ、スウェーデンも食べるんだへ<ー>へー揚げたて絶対うまいうまいよ揚げたてっていうのが最高ですよねそ<う>あ、また来ましたよ結構ペーサー武,武田さんーペース上げてきてもう押し上げてるよ今 <laughs> ちょっと早いですかねいやいや全然ですよ最高です続いていきますかニューカレドニアさんの天使の最高私のお気に入りのメニューですこれははいエビですでここにね味噌がすごいねはい一口目が一口目がもうエビの味噌たっぷり入ったまんま揚げてますからへえ武田さんじゃあどうぞ吉村さん一緒に食べようよさあ 恥ずかしいの？いやそんな恥ずかしいよ。<laughs> 毎回俺から先行してなんかでもあんまりなんか滑ったみたいな空気出すの。<laughs> 出してないし。だったら普通に食べようよ。うん食べよ。うこれお塩かな。お塩でもいいよ。うん、私にソースが好きだからちょっと。わ、うん、かったさっき聞いてる。<laughs> いただきます。あうまうんあエビの蒸した方がうまうんあこれうん。あこ うまい。うまあ。なんでこんなエビとうまいんだろう。うん。うまい。うまい。にお店と女が。うん。カメラさんの撮り方うまってきてますよ。嬉、うん、しいですね。<laughs> なんだったら。うん。 お店よりも熱々かもしれないなぜなら近いからここの動線が私のキッチンでやってますから来た来た来た次は何ですかちょっとワンコそば並みのわれわれフードファイターだと思ってます違うんですよ早めでってことだったんですマジは菅原じゃないんです我々これ果物の牡蠣を豚で巻いてます素晴らしいうん。素晴らしい果物の牡蠣を素晴らしい牡蠣っぽい串 遊びましたね。果物の牡蠣を豚で巻いた。牡蠣は,い、はあの火入れた方がいいんですって。え、そうなんですか甘さも増すし、うん、体にこういい成分もグッと増えるっていうのを言ってたんで、うん、これ素晴らしい,、はい。ありがとうございます。じゃあ、いただきますか。あーうま、うん。あ、甘さがいい感じで出てます良、うん、い,い甘さ。良品な。うん うまいちゃんとこんな感じこの牡蠣があって周りがね豚肉ででちょっとスパイスも効いててうん甘みがあるかな結構牡蠣の甘みがある中に豚肉がそっとね油で包んでるみたいな感じの味ですねあこれじゃあちょっと すいませんあのペースの方を落としていただいてすいません、はい、ここからはゆっくりちょっとトークをしながらやっていきたいと思います、はい、さっき何の話してたんだっけ,何,だっけな何の話してたんでしたっけ誰も覚えてない親父の話じゃない <laughs> あお父さんの話か、うん、あそれこそ私のお母さんとも会ったことありますよねあるあるなおみの単独ライブね 昔、スタンドクライブを地元茨茨城城でででもやったんですよ、うん、東京吉村さんがゲストで来てくださって、うん、でほらもうみんなも分かってるんで私のお母さんがかなりクレイジーっていうのは、うん、まあクレイジーっていうか、まあいい方よ楽屋で挨拶してゴリゴリのチャイナドレス着て、うん、俺のこと狙ってんじゃないかぐらい <laughs> 肩,肩を動かして話したけどこう <laughs> チュンリーぐらいこうやって <laughs> スタンバイしてる時のチュンリーでした <laughs> なんかお母さんは結構厳しいんですけど、うん なんか単独ライブやるって茨城になった時に多分気合入れて真っ赤なチャイナドレスで来たんですよ。そだけどあんまり男友達とかに厳しいんで男の先輩とか私に男が近くにいるとなんかキーってなっちゃうんで「大丈夫かそいつ」みたいな感じになっちゃうんですけど実際吉村さんちょっと挨拶したいわっていうのでお母さん紹介したらもう信じられないぐらい吉村さんに「あ ね、いや本当だよくねくねして「いつもせまへんまた回すの?」とか言って、うん、めっちゃ色目使ってましたいやいやほんとに何かあったよちょっと誰かがその時間さ与えてくれれば <laughs> やめてよそんなこと言うの <laughs> なんかのねじ時間の間違いがあればお前は俺のことお父さんって呼んでる可能性もしそしたら私吉本さんのお父さんともデートさせてくださてい,いやいやめちゃくちゃじゃん <laughs> そしたら。 そんなドラマ見たくないよ。七十七歳とかといろんなものがぐっちゃぐちゃしてる。ねいや面白いよね。両親というかね、親はね。うん。でもわかんないですよね。吉村さんのお父さんと私のお母さんがもしかしたら。かもしれないしね。ね。でも何歳だっ？お母さん。六十八です。あじゃあ年齢的には。うん。まあまああり得る年齢だね。うん。 ね、<laughs> いやいやいやまじしょうもないトークしてんだと <laughs> <laughs> どうしますうちのお父さんとお母さん結婚したらいや,い,や,い,やいいトークじゃん <laughs> 年寄りの恋愛を語るっていうね <laughs> でも全然結婚してもらいたいなとか思いませんいや俺は思ってるよ親父にいい恋愛してほし,し,しいなとて思うけど、うん、で親父がまあ一人のほうがいいらしいんだけど好きベだからうちの親父、うんうん、それこそ北海道行って あの上田康平も一緒に飯食って俺は行かなかったんだけど2軒目が親父と親父に連れとなんかキャバクラみたいなとこ行ったんだよね、うん、俺もいないからもう自由になっちゃって親父も、うん、そしたらもうマネージャーの前で親父が座ってて女の子ここに乗せてずっとこうやっておっぱい触れながらしってたっていうかもうろくでもない親父なんでうちの親父「浩 <laughs> 平君!」みたいなのを言わてもうザ親父よえそんな感じはそんなイメージないですねいつもニコニコしてて。 そうやっぱちょっと似ててさスケベなんだねスケ,スケベスケベスケベうちの親父なんてもうええー、ものすごいスケベだよそうなんだ、うん、でも確かに鼻の下結構伸びてる時ありますもんね、うん、ふとパッと見た時になんかみたいな感じで見てる時あるからそうそうそうしっかり直美も女性として見てるから、えー、<laughs> あの息子の後輩で同業とは思ってないが女性として見てるからあ、まあ元気でいいですよね,ね、うん、やだここわこわ 怖いよもうみんなもうちょっと引いてますやめてください <laughs> そのリアルなお父さんがなんかおっぱいもんでる話 <laughs> すぐバンされますから <laughs> そうだあごめんごめん YouTube ですからだだその膝に乗ってる人も60歳ぐらいだっ <laughs> <laughs> で,でしょ <laughs> 見方によっちゃ介護だし大丈夫 <laughs> 若い子多いから内容があって送られてますよ吉村さんもうじゃないもうじゃないすみませんちょっとでもね結構私も下ネタ喋るんですよいや俺やっぱそれが痛快だよねうんナオミの痛快なところよねうん昔はねライブとかでいろいろ話してくれたいや面白かったなあれはやっぱりあ,あの話たちはできないあの話はねもうでもね私あの時初めて吉村さんに開発されたっていうかちょっ,っやや <laughs> 違うねや,やめてくれまた違う意味捉えちゃうから <laughs> 俺もうちょっとあったでしょ他の言葉 <laughs> すいませんあの,はあの発見してくれた新しい一面を、うん、あの時はその2年目とかで、うん、やっぱり。 女芸人ってやっぱちょっと難しいところが吉本の、ね、お客さんってみんな女性が多いじゃないですか<い>男芸人を見に来てくださってる<う>女芸人がいっぱいいる中でなんだったら黄色い声援が多かったからそうキャーっていう感じじゃないですか、うん、私はもうちょっとビヨンセでテレビ出てる時だったんですけど、うん、吉本さんのライブ出させてもらって下ネタとかはもうちょこちょこやってたんですけど、うん、そのちょっとえぐい下ネタみたいなのはやっぱりやらないようにしてたんですよ。うん、女のお客さんが多いし、うん なんか女の子がしゃべる下ネタ、ね、え,えぐいのはちょっとウケないんじゃないかっていうので結構ずっと抑えてた部分もあったんですけど吉村、うん、さんが「あの話しろよ」っつって楽屋で喋ってるもうえぐい下ネタね、うん、その話になって私ちょっと不安だったんですよこれ大丈夫かなと思って「いいよ大丈夫喋ってみろよ」っつって喋ったらもうやっぱその女の子たちがもうすんごい手を叩いて笑ってくれた時に「うん、あ話し方とか によっては、えぐい下ネタでも受けるんだって、だから、そこから下ネタ人生が私の。始まった。始まった。はあ。そこから、ね、ジャンポケ斉藤さんであったり、いろんな。そうですね,ね。ユニット組んでみたり、ユニット組んでも下ネタばっかり。はい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 。だけど、やっぱ、今、私の、やっぱ、多分、下ネタのイメージがないみたいで。あ,あ、そう。そう。でも、いいんじゃない。それは、ライブとか。うん。 ねこのメディアでいうとやっぱり変な広がり方しちゃうから、うんはい、ライブで聞きたい人だけ聞いてほしいっていうのあの時のファンの皆さんにも感謝ですよ、本当ね吉村さんの、はあ、<laughs> よくあんな話で大爆笑しましたな今は。いや、今もしゃべれないしでうちのファンっていうかなお客さんがおじさんだからほぼ。いや,いやそんなこと <laughs> そんななこといですや女性に見えてもおじさんだからなかずなるほどねいやあって笑うからいやもう本当にすごいですよね俺はまりこうでも話せないけどもさ一個やっぱりしっかり覚えてるのは新宿の角はの劇場でライブやったの覚えてない楽屋行ったら直美が電話して深刻な顔してさ「はいはいはい」って言うあれももうほら腹かかえて笑っちゃってさあれねあれはもう言えないし言わなくていいんあれはもう絶対言えないですけどそれも私本当に。 ちょっと人生詰んだなと思っっ思たで電話、ね、まあ、ちょっと深刻なことが起きたんですけど、うん、見たことないぐらい暗い雰囲気なで、ね、は,はいみたいな感じで,、はい、で終わってで、先輩たち芸人がねみんないて「おののあみどうした?」みたいな「いや大丈夫です」みたいな「いや何があったんだよ」っつって「いや実はこんなことこんなことがあって」って言ったらみんな,なんか息できないぐらいもらって「<laughs> あっ私やっぱここでしか生きたくないんだな」って。<laughs> <laughs> 普通でで考えたらととんでもなない不幸なことよねそそそそう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 ,そう大変なことよね苦労する話だけども、うん、ちょっと大変だったことありますけどねそれがもうみんな腹抱えてなんだよお前それ!」っつってそ,うでその時にやっぱ「あ笑ってくれる」というこれを不幸というかこれを笑かすっていうことが芸人にとっての大事なものなのかなと思いますけどねいまだにそこ通るたびに思い出すんだよね「ああここだわっって」あの話したなみたいて。 いい時間でだって吉村さんなんて言ったらねやっぱりその若手の時とかも結構みんなちょっと王道のラインってあるじゃないですか、うん、NSC っていう養成所が吉本なんでそれ卒業したらこのライブ出たらもう歴代の売れてる人みんなこのライブ出てるみたいな、うんうん、王道のラインに全くいなかったですもんね全くいない信雄さんが実はいないいないだから端くれ者じゃないけどいやもう端も端よ ね、で自分で言ってんだけど、うん、東西の NSC 合わせて歴代ね、はい、大阪のダウンタウンさんの1期生から、うん、今の最新の中の人たちまで合わせても俺らが一番最下位だと思う卒業は。へ<ー>だってコンビ組んでないし、うん、俺らの年だけ入学は誰でもよかった。1> うん、で1年先輩4期生になるとね、うん、入学は 誰でもよくなかった、ね、ちゃんと落ちてる人もいるしあ4期生森三中さんとか<の>ロバートさんとか世代に入学式で落ちる人もいたわけよオーディションで、うん、でも俺らの木は全員 OK だったでも俺らの木は誰でも卒業できた、うん、でも1個下からはあのテストで受かんないと卒業できないという空白のラッキーな1年だったのだから得意も残れたし、うんうん、ああじゃあもし4期生だったら得意ん落ちてるお落ちてるし入学もできてないと思う、うん、ええー、っていう中でのもう 学校も行ってない相方と授業でもなんか選抜じゃない俺が組んだって言いながら多分最低からこう上がってきた人だと思う。え吉村さんって選抜入ってなかった？ダンスだけ。ダンスだけ？うん、逆に並木先生のダンスだけ。並木あのヒップホップの？ヒップホップの <laughs> 並木先生のダンスだけで俺。珍しい。<laughs> 珍しい結構ある程度やっぱりね今でもやっぱ売れてる活躍してるっていう芸人って。 n h c の時はやっぱ何個かネタの選抜入ってる人が多かったりとかするんですけどそうそうそうネタとか総合演技の選抜とかじゃないよ 1>,、うん、1個も 1> へえだってヒップホップダンスで言っちゃ悪いですけど真面目にちゃんとやったら入れる入れるやつそうそうそう <laughs> 別にダンスなんかうまくなくていいんだから出席してるで入るんだ <laughs> あそうだったんですね<う>だから王道じゃなかったんですよだけど吉村さんたちは要はその王道のライブ何個かあるネタ見せネタもお客さんの場でできるゲームコーナーとかやるっていう のにやっぱ出ないと、うん、やっぱ場数をね踏みたいじゃないですか若手の時ってでもそのチャンスがない人たちってやっぱちょっとしんどかったりとかするじゃないですか、うん、でも信久保さんは違くてなんだよだったら自分たちやればいいやろうみたいな感じで自主ライブめちゃくちゃやってましたよねそうそうそう自主ライブやってた当時1年目2年目ぐらい、うん、でもそれって吉本の若手の中ではかなり珍しかったですよねそうねなんか、うん、おうん禁じ手というかうん 汚れみたたいな感じだったよね当時はやっぱりその吉本の正式なライブにオーディション受けてからやるべきだよね、うん、みたいな感じがあってでもそれがチャンスがないから、えー、そこに呼ばれてない人たちを集めて、うん、神奈川とかでやって横浜のライブハウスとか、うんね、でそれが、まあ、手売りで売ってたんだけど、うん、人気出すぎちゃったそっちが。<ー>でちょっとそろそろこれやべえなと思ってやめたのよ。 なんでやいややっぱそこは言ったらそのグレーゾーンでやったから当時はねあなるほどね吉本の方にちょっと入りそうだったから、うん、こうなったらまた何かもめそうだからって言うんでやめて、うんうん、そこで培ったネタをやったら受かるようになったすごいよねそういう芸人は当時あんまりいなかったんですかじゃなょっと。か 続きの話ををする前に串カツげいやあのね気づいてたよ俺のこの過去の話ずっと喋ってるけどお前ずっと串カツ見てたよなこっちの <laughs> こんな悲しい話なかったよ <laughs> い,いやもうスタンバイされてたんでねのブシコブシのね生誕の話してる奥でずっとお前はいくらを見てた <laughs> 気づいてるよ俺だってすいません来ましたよこれは素晴らしいこれは負けるよ俺のはいこれは鮭とイクラの、はい 串揚げですなはい、鮭いくらですはい、あとはもっちり豆腐はい、いつもご注文いただいてるありがとうございます、はい、もっちり豆腐を持ってきてくださったありがとうございますじゃあちょっとね、これも食べながら、うん、この,ままこのままあ、いただきますあ<ー>〜あ<ー>、おいしいいくらのさ、うん、そっぱい加減がめちゃくちゃ合いますねうん、うんうん ああう,まいうんシャケもしっかりいい感じに脂も乗っててうんってなるとナオミはエリートだよね NHK 時代はほとんど知らないよ NHK 時代うんコンビ組んでたのねコンビ組んでましたそれぐらいしか知らない、うん、えコントとかやってたの コントやってましたどんなコントやってたのでも本当にネタ書いたことなくいいいじゃないですか素人なんで、うん、だからまあ当初組んでた相方、うん、アイコって言うんですけど、うん、アイコと一緒にコント考えようっつってお互いどっちがネタ書くか決めようっつって、うん、で次の日やって私は美容室っていうまあベタなタイトルのコント持ってって、うんうん、相方が人食いババアっていうコントを考えてきて <laughs> あ、ちょっとこれはやよくないかなと思って相方じゃなくて私がネタ書こうっていう風になったんですけどやっぱね特殊なネタばっかりやってましたね美容室っていうベタなタイトルなんだけど内容がすごいカチャメチャみたいな一発目のボケ何その美容室の愛子が入ってきていらっしゃいませあ、愛子があここに美容室あるみたいな時間ないしここでいいやっつって入ってきたら私が奥からスキップみたいな動きで、うん ファイヤーって言ってたおいおいおい、全然思ってたと違うネタじゃねえかそうなのだからやばい店員が来たっていうのでもうボケで、ボケかツッコミかっていうの分かんないですから、うん、私はどっちが合うんだろうと思って一応ツッコミ漫才のツッコミ志望で入ってるんですよ、NAC にあそうなの、うん、だけど漫才作れないし、一回コントやってみようかっ,つって、うん、一回ナ美ボケでいこうかってやった作ったのがそれです ファイヤーって出てきて変な人が来たみたいなちょっとあれですよねジョイマンさんと同じシステムなんだこいつと同じ面白いなでもでもそこからいろいろコントとかもいろいろやって漫才も一回挑戦したんですけど素で喋る演技ができなくてなるほど恥ずかしくてキャラ入れないとだめなんだキャラ入れないとできなくてそこからコント一本で行ってましたねああうん今度いつかやってよ いいいやいやいや無理ですよ、<laughs> その後のコントだったらまだ見れると思います、あの先生にちゃんと直されてるんで、うん、えそんなの見たくないよ、でもし最初はピンだったんですよ、うん、一番最初はピンで、うん、一番最初に書いたメタはピンのネタで、うん、でそれとコンビ組んだんで、そのピンのネタはどういうやつもうこれはひどいですよ、どういうやつだだってそれこそ、なんだか分かってないんで、うん、なんかあるあるを言うマダムみたいな設定なんですよ、<laughs> だからバーって入ってきて、当時18歳、もう訳分かんない状態、うん、バーっていって。 みみんんなな元気みたいな感じでで入るんですよ<う>ちょっとさみんなにさ聞いてほしい話があるんだけどみたいな感じでこの間電車乗ってたのねみたいな感じで電車に乗ってたら目の前にいるおじさんがお酒飲んでたんだけどああ、うん、そのお酒ってバレたくないから周りに紙袋をぐしゃってなった状態でお酒飲んでたみたいな。くないいいいいやいや面白いよ今面白白よよ <laughs> でそこの間なんて関係ないじゃんバレてるっていうの方がもう面白いから <laughs> いいじゃんでそのあるあるなんかそのバレてるぞあるあるみたいなのを3つぐらい言ったっていうのが一番最初のみんなの一斉なネタ見せで私もやろうと思ってやったネタですよく勇気あるよねそれ一発目にあるって私本当にシャイじゃないですか、うん、シャイだけど同期経験者もともと3年ぐらい芸人やってたっていう女芸人の同期の子が入ってきたんですよ、うん、でその子がすごい自慢するんです、うん 私はもう年やってるから、みたいな<ー>で、他の芸人の先輩とも仲いいしみたいな NSC の時って芸人の先輩と仲いい人って特別じゃないですか特別、うん、あすごいあの人と知り合いなんだみたいな、うん、ですげえ祭り当てられてた,れてた、うん、祭り上げられてた、えっと、祭られてた、うん、祭られちゃもう神でうえっとあが、はい、められてた、うん、すごいみたいななんとかちゃんみたいなで、ちょっと性格悪かったんですよ、うん、すぐいじめたりとかしてたんで、うん でその子たちがもうすぐコンビ組んで漫才作ってたのが悔しくてこんな嫌な人たちに負けるわけにはいかないと思って一番最初いでたや俺なんてまあ違うコンビだったけど、うん、もうビビっちゃってるわ東京来てて、はい、で人前でやることなんてないから、うん、ホワイトボードにこの早い文順でバばって書いてるじゃん。はい で、ぎりぎり今日ここまで来るか来ないかぐらいのときにわかるわかるその日ネタ見せしたい人はその10分間の間でホワイトボードに番号が書いてあってねコンビ名を書くんですよで自分が何番に寝てやりたいかっていうのを選べるんですよでやっぱりイケイケなコンビはね一番前、最初にバーって名前書いたりとかスキルトリックとかねそれを綾部うわーって書くそうだけどその日の ダメ出しとかが長くなっちゃうと、一組いくかいかないかとかになっちゃうんですよね。で、そのいつもギリギリのとかでい,いつも九組十組ぐらいでギリギリで書いてて、そのやる気はないわけじゃないけどっていう、うん、怒られないところに名前書いてた。なるほどね。うん、だからうわ今日時間で見せたかったなみたいなのを演じてそうだろうなんでだよみたいなもうパフォーマー <laughs> <laughs> それずっとやってた。ええー、それがねこんな風に、うん、もう。 業界でもう<何>お笑い界でやてんのよもう本当にまわ、あ、しの世界でも,もう本当にトップいや笑っちゃってるでしょまた今度は <laughs> あんた食べ物見始めてんじゃんねえどうぞ持ってきてくださいもうすいませんすいませんねもう全然喋ってる間も入れてもらっても大丈夫ですよねあっそうですねうん分かりましたありがとうございます次ハモカリカリあハモ大好きなやつハモ,ハモ大好きいただくよありがとうございます社長 ハモ、ハモとカリカリ梅ですね。ハモと梅お塩でどうぞ。相性抜群なのね。いただきます。そっか、吉村さんはね、七年先輩ですから結構離れてるんですよね。うん。そうね。うん。それまあなおもそうだし、オリラジの慎吾もそうだし。うん。 あ,のまあ他のピリオドとかも一緒に飯とか食ってるけどさ、うん、いつもいや「7年先輩なんですけどそう思わないですよね」って言われるじゃんおみ、うん、も言うの結構、うん、でふと思うんだけどそれって俺のセリフだよな <laughs> そっちが <laughs> 言うセリフじゃないよなってたまに思う時あるんだよみんな言うんだけど <laughs> 7年先輩そう思わないっすよなんかやっぱ距離近くてって後輩から言うセリフじゃないよな。<laughs> いやでもそれは親しみを込めて言ってるんですよって言うけどさでも考えてたまにふと風呂入ってる時とか「いやあれ俺言うセリフだよな」っていうのが思いつくちょっとショックだったんだちょっとショックーブとかも言うじゃんそうっすねでも7年先輩って感じがしないんですよねそれを言ってんのあこれを言ってたんだすいませんすいません確かにでも ご規5期生でもうすごいメンバーじゃないですかまあすごいというか数も多いしやめてないし変な人多いよねうん。クレイジーな気。全員変全員変うん俺が一番まともなぐらいじゃないそうねうん。でも吉村さんはもう昔の若手の時はもうはちゃめちゃしすぎてましたよしてたなそれはもう勘違いしてたと思う俺も、うん、なんか悪いことしないといけないしなんか派手なことやらないといけないからうん いろんなことおみをね稽古中とかもねズボンブレッとこうジャージ下げてみたりとかあれ本当にあの時代って何だったんですかね稽古中にねなんか盛り上がっちゃって、うんうん、私は履いてるズボンをみんなでなんか脱がすみたいなでも別にそれがちょっとしたゲームっていうかなんか鬼ごっこみたいな感じでやってて、うん、ブリーンみたいな、うん、で。 たたまたまその日私なんか白のブリーフ履いてたんですよびっくりしたのやうわーでブリーンってやってみんなピタッと止まったんだよブ,ブリーフだって <laughs> そうちょっとねずっと家帰れてなくてパンツの買いがなくて<笑><笑>それぞれ私パンツはかなきゃと思ってコンビニ行ったら女性用のパンツがなくて、はい、男性用の白いブリーフしかなかったんで、うん、まあ大丈夫か誰にも見られるわけじゃないしと思って白のブリーフ履いてでそれで稽古行ったらブリーンってなって全員に見られてびっくりした俺は <laughs> <laughs> 本当のブリーフだったもんね、うん、<laughs> それっぽいなんか白いね、木綿のパンティーとかじゃなかったもん。うん、でさあと直美もその時もやっぱ稽古毎日やってるじゃん深夜。うん、でバイトもしてたりとか他の仕事もやってみんな疲れてるから、うん、頭グワーってなっちゃってる時に直美もなんかさい怖い,怖い急になんかさこうゆっくりこう「うんどうなの楽しんでんの?」みたいなさストリップ調のことをやり始めて。<laughs> ね 服とかこう脱いでたおいおいやめろやめろよみたいなどうなのえーみたいなこと言ってるけどさ全部見えてたよね <laughs> 自分では隠れてると思ったけどなお見えてるよそれって <laughs> アイラブがずっと下見えてるぞお前 <laughs> いや一回ね一回なんかちょっとそのみんなでそのノリをやってたんですよね、うん、なんかあなたたちこれが欲しいのみたいなそういうの冗談で言っててもううるせいうるせえみたいなことをやって、うん、でスカートなんかめくり上げるみたいな、うん なんかあみたいな見えちゃったらどうしようとか言ってボケでやってたらもう全部見えちゃった。<然> <laughs> でパンツはいてなかったんだよ、ね、その時 <laughs> だからさやめよこの話は <laughs> 本当に吉村さん<や>みんな引いちゃうから引い,いちゃうから直美やめろよそれっつっていや今ってあの時はめちゃくちゃウケたけどね変な時代だったよねいやあれは変な時代でしたあれも それこそパンツがもう替えがなくなっちゃって <うん S 1>、シャワーを浴びた後にもう私服で,でノーパンで行っかと思ってノーパンでウロウロしてて <laughs> で、でナミヤそのパンツを履いてないことを忘れちゃってるから、うん、普通にパンツ履いてるまでどうかなーと思ったらなんかもう上まで上がって見えてる見えてるなめなめややめなそれなんだお前あ、あすいません間違えましたすいません。やめよ若かったあの時だと二十歳ですから私、ああそう、うん、変な時代だったよね。変な時代だった。 あの少女隊やってて、あそっかそっか。飯島少女隊やってて、私も一年目二年目とかで、朝まで稽古してたから、一旦家帰ってお風呂入るができなかったんですよ。そっか、すぐ現場入らないといけない。すぐ現場入らなきゃいけなかったからっていうことですから。はそれがもうこうなっちゃってね。自撮りつ君つくねです。そのままと。え、自撮りつくね？自撮りの入ったミンチのつくねです。ええ、ありがとうございます。いただきます。あうま、っ卵巻く。 うわーほ、うんこは卵まごめんんーんこれおいしいめっちゃおいしいうまいうまいこれは最高だわこれはちょっと私初めて食べるわ、はあ、いいねあ,あ、クミだああら <laughs> 珍しい 珍しい口紅を汚さないでね、うん、有名だと食べ方がちょっと口拭いてきます一、うん、人でちょっとお願いしますハッどうすればいいんだ一人しか誰もな,なって困るよこんなおじさん一人残されてもう書き込みも早いしもうじゃあいいね落ちちゃってくださいあ <laughs> すいませんダララ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 ラ

タイムハースルー。ありがとうございます。すいません。<laughs> 嫌いじゃないよ、ね。俺この時間。<laughs> <laughs> 本当に信じられないぐらい顔す、ね、<laughs> <laughs> 真っ赤。真っ赤のこっち見れなかった人がいるところ。<laughs> ま、絶対こっち見たかったですね <laughs>、うん。そんな怖いことなかったよ。<laughs> 無理しないでっていうコメント来てます。ま。 あ〜面白い吉村さんね〜ん嬉しいですよ、この帰国中に会えていやほね、もうあっという間に行くんだから向こう行っては何すんのさうんあのお仕事のことは分かんないけど言ちゃうのよ向こう行ってうんあの〜いろ,いろ見たりすんのニューヨークのま、なんか美術館とかプライベートはうん なんか見たりすんの、うん、ねどこのでもモマとかですかねえモマモマうん、うん、モマ美術館みたいななんか近代美術館みたいなやつがあってうんそういうのを行ったりとかしますそうか、うん、いやでも今日はいい天気でしたよね <laughs> いい天気だった <laughs> ねうん昨日が寒かったからね <laughs> 違うねあのドリフの雷様の会話なっちゃってる <laughs> もう一人だら

20万とかいるんですよ同時にいや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 怖いよ怖いライブじゃん本当にそうでみんなね今ご飯食べながら一緒に見てくださってますからロドームのライブじゃんいやそうよってことでしょそれでさっきのなんか「いいないいな」とか言ってやばい最低だよ <laughs> 最低じゃないですあれがみんな大好きなものですからあインドからインドから 結構ね、海外の人からもね、いっぱいコメントしたりとか、うん、海外に住んでる日本人の方とかああなるほどねそうそうそうすっごいなうんハーゲンナッツ食べてるいいなうんいつかねこのなんだろうね書き込みと同時にその人のね、うん、一瞬でもいいからその写真みたいなの見れたら面白そうだけどね書き込んでる人の写真そそそうそうそう アイコンじゃなくてさ、うん、その状況の写真とこ,うこのぐらいちっちゃいやつでも見たら、あじゃあハーゲンダス食べてんだみたいなのも、ね、見えたりするから。そうですね。でも、マイナス点の方が多そうですよね。うん、そうね。変なやつも出てくるかもしれないし。やばいところのアップとか出てくるかもしれないし。いや、そうれ、あれなんか、棒<ン>あれ、ポコ <laughs> ポコ流れたクールポコってなっ <laughs> 今日も調子いいですね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 年末に向けてようやく知り上がりで <laughs> 上がってまいりました。もう10月ですが、<laughs> 11月になりますけど。面白かったですちょっと。<laughs> あらまた来ましたよ。海鮮の牡蠣を。うわカキだ。牡蠣だ。美味しい。銀南も超美味しいし。これ黄色いやつはなんだって。ちょっと辛子の効いたビーピーナッツバターソース。ーはい。一つも漁海漁海とかで結構。あいます。じゃこれつけて,て。ぜひ。 でオリジナルで作ってます。そういうはい、ありうわ、うわ,うわー、熱々だ。あ,あ、ピーナッツうまい。うん、うん。うん、旨味がます。おいしい。うん、あ、このオリジナルだったらうまい。うん。うん。あ、素晴らしい。うん。 シンプルに普通に食べてますね、私。たち、うん、でも、もう無理だよ、食べてないよ、これ。待って。牡蠣、馬、うん。味、濃厚。ぜひとも行ってみてください、この。うん。そして。牛蹄三乳。う,ね、<ぁ>うん。はい。でした。猫舌。ですか。猫舌。ですの。でも、猫舌って、その、昔、番組で見たんだけど。うん。 猫舌じゃないんだって。環境なんだってさ、だから猫舌の家庭は猫舌なんだって。あ、食べ方の問題。食べ方さん。こうなんていうんだろうな。下の奥の方にもともとこう。置く癖のある人は。猫舌じゃないんだってさ。俺は手前で食べちゃって、るんだって下の。あ、そうなんだ。それがダメなんだ。ここは暑さに弱いんだってさ。ええ<ー>。だから、もう、ごめんなさいね、舌出すけど、食べる、こうやって向かい舌する人いるじゃん。うん、この人は大丈夫なんだって。比較的。 がこう、箸で奥に入れる人も大丈夫へぇ、えーんだってさじゃ食べ方がちょっと下手なんだそう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 でもそれって習わないから家の環境でそういう食べ方になってくるからうんそうなってくるん、ね、だ、歴代、猫舌になってるんだってさじゃお父さんもお母さんも猫舌っていうパターンが多い多いええー、すごい、なんか雑学だいや、テレビでやってたことただ言ってただけで <laughs> <laughs> 吉村さんってやっぱすごいっすよねそのテレビで見た情報っていうのも多いし、うん 実はナックルズで読んだ情報みたいなのを、うん、あたかもなんかその一員みたいな感じでしょ俺そう、主人公になれるから。ね、都市伝説とかも、<laughs> はい、その伝説って言われてる人みたいな喋り方しますよね。するするする、すぐ自分のものにする癖があるから、<laughs> それもう本当に自信がある。うん。どうなんですか、安部さんと連絡取ってるんですか？取ってないで取ってないよ。一切。一切。1> 1<歳><歳>え、ニューヨーク行ってから？ニューヨーク行って、三年前ぐらい。うん。あのアメリカの中間選挙の時。 には連絡したけど。なんでね中間選挙で連絡。いやちょっとせっかくだからどうなのアメリカはみたいなことを聞いたら<う>いやどうで今どの国のこうのみたいな、うん。で今どこにいるのって言ったらえなんて言ったんだっけなえーえーとね中央アメリカみたいなことを帰ってきたから。中央アメリカじゃないちょっと忘れちゃったごめん話せないわ、うん。あすみませんなんか皆さん <laughs> 終わりました。うん、ごめんなさい。 そうなんか調子こいたはブ帰ってきたから腹立ったなっていうだけの話なんだけどなるほどね何、うん、て帰ってきたなそれ思い出せないのええー、んか吉原さんと綾部さんって不思議な関係っすよね不思議な関係、ね、それはなぜかというとさっきも話したけど、うん、スーパーエース NSC のもうピースはピース、うん、で俺はもう末端にいたわけですし年も下だからずっと「綾部さん綾部さん綾部さん」ってなってたわけよ、うん、あ綾部さんって言われたの最初最初だって年上だしさ、うん、それこそ「末端だろうがなんだろうが綾部、うん、さん綾部さん綾部さ,さん」ってこう 言ったら中心人物だったのが時を経てくるとやっぱ同期って感覚が強くなるから優さんとかさ綾部とかってなってくるじゃんそれが多分許せないのよここのスタートの関係値でいきたい人だから徐々に近づいていくのがダメだったんだと。あさで俺もいやいやいつまでそれ言ってんのよってもう30中盤だぜっていう思いがあってぶつかったのがあんまりうまくいかなかったんじゃないかな関係性的には。 ちょっとリアルな回答やめてもらっていいですか？<laughs> <laughs> 今思うにそうだと思うよ。まあでもお互いやっぱりピースさんと信子さんって結構劇場でももう回し回し回しそうそう、どんな時でも綾部さんと吉村さんが大勢いっぱいも50人規模の芸人の舞台とかでも必ず二人が回し回し回しみたいな感じ。そうそうそうぶつかりやつだな。ぶつかりやつだか,からちょっとライバルみたいなのちょっとありますよね。もちろんあったと思う。エンディングの時は、うん。 全員集合するじゃん綾部、うん、が右にいるんだと俺は絶対左だし綾部が左にいるんだと俺絶対右端にいるってこの両端をは取り合ったね確かに真ん中に MC の人がいたりとかしたらもう端っこだされるね、うん、あん時すごかったしまあでもお互いもう大人ですからね次もしニューヨークで会うってなったら抱き合って泣いちゃう可能性もありますいやどうだろうなたまにインスタとか見るけども、うんうん、とても大人とは思えない日頃の生活をしてるよなな。<laughs> 楽ししくアメリカを過ごしてますよねうらやましいっちゃうらやましいよねすごい人だなと思うよだってそうですよだって何年経ったのもう4年目ですよね今ねニューヨークに行っておおええーんってなって帰ってくるのかなと思って帰ってこないもんね <laughs> えーんって泣きながらはないかもしれないですね、うん、多分ね綾部さんの性格的に辛いとか悲しいことがあっても絶対言わないじゃないですか言わない俺らには絶対言わないじゃないですか、うん、と強いなって思いますよねなんかさラジオやってなかった はい、茨城の茨城のラジオニューヨークかなんかでニューヨークから発信しましたねめちゃくちゃ面白いじゃんニューヨークに行った初めての仕事がそれでしたねあーえ、うん4度しかったのね現場の茨城で俺が中継でいたらこ今こんな感じですっていうのをやりたかったなと思って <laughs> あじゃあ綾部さんとも仕事したいんですかもう全然嫌ではないからねうん仕事はしたいよ別にえー、見たいなんか久々に2人がいるところを見たいです俺とうん確かに 1>, で1回その仕事でニューヨーク行ったじゃない、うん、その時は会ってくれなかったの綾部はあ別のとこにいたんですよねそう,そう別のとこにいて確か,にか、うん、そうねスターじゃないと会ってくれないのかなと思って、うん、でも吉村さんはもう本当に昔からね引っ張っていく力が強いというかいやいやいや1回なんか若手全員 <laughs> 吉村さんはまだあの時5年目くらいですか5年目 あ、8年とか9年、うん、まあ10年目ぐらいの時に東京 NSC 全員集まれっつって全員を集めたんですよね。うん、全員集めた。ほぼ若手の、まあ、私たちの一番下の世代から吉村さんぐらいの世代、まあ、ちょっと上の先輩の2期生も呼んで 2>, 2期生たち十12期なんですけど12期生まで呼んでみんなで消やれていくぞと、うん、大阪の,、ね、の NSC 勢が強いと。うん もうみんなすごいやってるから俺たちも一枚岩になってぶち上がっていこうぜって吉村さんが立ち上がったんだよねやったね笹塚のビリヤード場みたいな貸し切ってそう貸し切ってそしたら結構な人が来たんですよ、うん、もう何期生何期生までいっぱい来てそうそうそうでもみんなでうーわーみたいな、うん、吉村吉村みたいな感じになってね、うん、なった吉村さんも「おーわあみんな行くぜ」って言ってたんだけど、うん、結構やっぱ人見知りだから、うん、こ個人個人はいけるんだけど なんか百人ぐらい集まっちゃったのにうーんっつってその後一人ぼっちなんか端っこで飲んでますよね<う> <laughs> 結局茂岡がラフコントロールの同期の茂岡が話まとめてた <laughs> やっぱリーダーキスだからリーダーキスだから,ーーだから俺より年上だし頼りになるから<う>、うん、端っこの方ずっとやってたけどで,、はい、で端っこからこう見えた景色もあんのその時の、はい、だから二期生から十二期生で多分三百人弱ぐらい集まったのにさ、うん、下の子なんて情報ちゃんとしてないから、うん なんか段ボール持ったりとか小道具持ったりしてるんだけどレッドカーペットのオーディションだと思って来たんで <laughs> 下の <方 S 2> ネタを寝店だと思って <laughs> <laughs> 来ててあれ、ネタやらないんですかみたいな感じの人も。確かに小道具もいいいろろ置てありますね <laughs> でもみんなが盛り上がっちゃってね、もうケキしたからみんな20代とかだったから、そうそう、俺も20だったと思うな。そう、ゴロラーって感じになって、後半も殴り合ってましたよね。喧嘩してる人見た。そうね、カタツムリの林と誰かが殴り合ってる。森木さんです、森木さん。ラブコンの森木さんとカタツムリの林さんで、でこれも話していいかちょっとわからない。時効です、昔の話だから。なんか可愛らしい女芸人の人がいてでその人。 そうなんか森木さんが,なん,か森木さん,がなんかぶつけちゃって何か血出ちゃったみたいなことなんか言ってて、うん、その可愛いなんかわいい女芸人の人が「え大丈夫ですか?」とか言って「うん、えな何かすごい血出ちゃった」ってなんか変なく,くだりっていうか,なんかラブラブしちゃったんですよ、うん、でそれで多分カタツムリのショウゴさんかな後輩ですよ全然その「あ、うん」って言ってる森木さんより後輩なのに「気持ち悪いな」みたいな感じ <laughs> <laughs> おめえ何女に媚び売ってんだよ」みたいな,なんかそういうので。 やめろやめろみたいなのでもすっごいなんかり合いの喧嘩にいやお見たもん、うん、そのまあ貸し切りだけどカラオケとかもあったから個室もあったから、うん、そこらへんのいろいろ顔見たらそこだけ大乱闘みたいになってて全然違う空気でそうでその女芸人の子も何何みたいな感じになってどうしたもずっと見ててそう面白そうだなと思って、うん、もうみんなで「うわ!」でも酔っ払ってたんじゃん全員 <laughs> 酔っ払ってたからスローなんですよみんな動きが「やめろやめろ!めろ」とか <laughs> 喧嘩強いいメンバーではなからそうそうそう、普段喧嘩しないからね、みんなやっぱお笑い大好きな若手でしたから。いや、面白かったな、もうあんなこともできないかもね。そうですよ。でもそこはやっぱ、ナオミが次の世代やってくんないと。え、私が集めて、ぶち上げようぜつって、ハッスルタイムつって、クラブみたいな爆音で、やっておらないと。やばいやつらしかつまんないだろ、それは。でも結果、俺も含めて、あの当時ね、ナオミ含めてやばかったよ、みんな。 みんんなやばかったのがいいんだよもうね、恥ずかしいことばかりでしたね。<laughs> <laughs> 吉村さん、お互いね、お互い本当に恥ずかしいことばっかりでした。それいい意味でも悪い意味での恥ずかしさもあったよね。うん、あれがあったからこそ、今があるっていうのもありますけど。悪いまた、あ、に覚えてるの部屋帰ったらお、直美がブリーフでうちのリビングで手を上げて、こうやってあの <laughs> 長州と同じような形でうつ伏せになって寝てるっていうの。<laughs> <laughs> ブリーフだけであとまあブラムしてたけど<ん>ダメうちのリビングだよそれあの洗濯機が家になかったんでちょこちょこ吉村さん家芸人ね <laughs> そうそう節美さんとか久保さんとかと一緒に住んでたんで、うん、洗濯機借りた借りて洗濯してる間に寝ちゃったんですそういうとか面白かったなぁうんまたブリーフって言って、うん、私は本当に常日頃ブリーフ履いてる人と思われるじゃないですか <laughs> なんかブリーフ履いてる日はあったよね、あの時は。そうです。よいつも履いてますから。ちょっとね、今1時間半ぐらいかかりましたので。えちょっと一旦ここで休憩を。入れていきたいと思います。これ最後これ。はい。これ最後に食べて。これホタテとミツバの。新庄。新庄。新庄。すり身です。もともとかあの阪神にいてですかね。で、日ハもいった。 やめてもらっていいですか。<laughs> ちょっとですから。じゃないですか。うん、はって顔しちゃうよ、ん。なんだ。あなんか <laughs> なんか来た。なんか来たけどなんか喋ってるけどすまんねえこいつ。巻 <laughs> <laughs> き込まれたくない。巻 <laughs> き込まれたくない。<laughs> 帰りたいって顔してる。<laughs> じゃあちょっとね休憩行く前に発するタイムを、うん、ちゃんとおとわりで、うん、吉村さんホタテと一緒にお願いします。うん、それでは発する。

<何>いいねいいねを言ってください。ハッスルタイムのお知らせじゃないんですよ。これ <laughs> ハッスルタイムのお知らせでしょよし、行くぞみたいな歌い方にする。<laughs> じゃあ、ハッスルタイムのお知らせタイムじゃないですでいの違う違う、これはいいねを押してね、チャンネル登録よろしく。お前、じゃあ早く言えよ、<laughs> お前。ずーっと勘違いしてると、ちょっとハッスル、ハッスル、<laughs> おじいちゃんもとか言ってたけど、恥ずかしすぎるだろう。<laughs> いいね押してくださいね。ああ、すごい水吹いちゃった。ああ、面白い。 さあ、皆さん、ぜひね、いいねルフォーオークス顔真っ赤。<laughs> 大声出してるからかな。うん、さあ、十分後。はい。十分後、えっ、ー、と、十九時四十分。え。十九時四十分に復活させてください。<40分> <laughs> それでは、また後ほど、皆さん、帰ってきてね。はい、バイバイ、キンキンキン。うん。はい、あ、できた。 あ、戻っちゃった。なん <laughs> でだよ。やるぞ。<laughs> たたただいいいいいままままおかかりや<ー>やばい <laughs> やばなななななに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  <laughs> 恥ずかしし <laughs> 何<よ> <laughs> 携帯であの見ん置ていや帰ってまいりました帰ってまいりましたよちょっとね ここは一旦あの串揚げの方は一旦休憩でちょっとおつまみを食べながらで美味しいよ本当幸せマジでこんなことができると本当はいおかえりって来てますよすごいね休憩中もみんな書き込んで会話してるわけじゃないそう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 ありがたいですよねありがたい本当ありがとうございます皆さんありがとうございますうまいうんあこっちだうん ちょっと吉村さん質問コーナーとかやってみますかいやいいよいつもね、みんなで質問するんですけど吉村さんへの質問があればもちろん、うん、答えれる範囲だったらはい、あら、破天荒じゃないですね <laughs> いやいや何で前だったら何でも答えますよなるほど、私も年を重ねてねやっぱ住所どこですかには答えれないよ <laughs> 怖い怖い <laughs> 夜ピンポンってなるのが怖い えそういうい経験ってあるんですか自分が破天荒なことやりすぎて、うん、ちょっと危ないことになったみたいなああるねでもそれは直美、うん、には絶対ない経験だと思う街中で挑まれることは、その俺の方が破天荒っすけど<え>みたいな <laughs> <laughs> 感じはあるよマジですか、うん、あど,どれぐらいですか破天荒って。 俺のが変更すけど、で本当の反転後が来る時あるから。え、そうなってやっぱちょっと大学ひいしが来たりとかする。そうそうそういやもうがっつり喧嘩するんだろうなって人が来るよ。え？あいや俺喧嘩多いんすよとは言うけど。うん明らかに。たりするし車とかも全然煽られるよ。パッパパッパンパンパンみたいな感じ。怖い。並んで反転後みたいな感じ。結構ダメージ大っすねそれは。そう。来てますよ。はい。 あ、めちゃくちゃいっぱい来てる。おんなじやつが。え、吉村さん彼女いますか。あらららら。すっごい。え、みんな結構そんな感じで吉村さんを見てるんですね。うわ、男として見てくれてるんですか。そうですね。もう独身も芸能界少なくなって最後のそうですよ。本になってきてますから。うん。彼女はもういっぱいいますわ。あ。天皇でしょ。何人ぐらいですか。ええ、700人。面白くない数字。 面白くない数字出しちゃった。それ以外だったら何でもよかったっぽい。700だけはちょっと違ったかも。だけが一番面白くないかもしれない。彼女700人ということです。はい。ヘルペスプレスリーが見たいです。昔ね若い時の物まねですよね。そうピンネタね。それだ R1 とか出てたから。なんかお悩み相談とか来るんだけど、それをヘルペスプレスリーっていうキャラが答えるんだけど、こう興奮しちゃってすぐマイク にぶつかっちゃってヘルペスにぶつかって痛くて喋れないっていうね。<laughs> ここにいっぱいヘルペスのなんか絵描いてましたよね。でたよく考えたよくあれやってたなと思うよね。<laughs> でもあれ一時期あれしかやってない時ありましたよね。っずっとハマってて、うん、その時のアーワンはどれくらいまでいったんですか。二回戦。<laughs> <laughs> え？そう。だからそれにこだわった時期あったね。ヘルペスプレスリーと、うん、えロバートデネーのっていう。<laughs> どういうネタなんですかそれ？で、ロバートデニルは出てこないっていう。<laughs> やつととか、なななんかいいろろあったね、ななんとかジャクソン、なんだっけなマイテル・あ巻いてるジャクソンとかほ、うんとダジャレで作ってさ<ー>全部巻いちゃうっていうかそういうのばっかりやってたねそれ毎回 r 1で挑戦してたんですかとかちっちゃいライブの、うん、あピンネタみたいなやつでやってたけど、うんうん、それいつかまた見せてくださいっていうことでした <laughs> 全部の仕事失いますわあの完成度今やったら <laughs> あ加狩美香さんを狙ってたって本当ですか ああ、そうえ。ガチ狙いガチ狙い,ガチ狙いっていうか<え>これやっぱいや何が適してるかどうかわかんないけど、うん、ごめんね間違えたら止めて美香さんを狙って加納姉妹を狙ってたはいはいはいお二人をっどっちかってことはないのよ両方狙ってた、うん、どういうことなんですかそれはというもタイプなんかどうしてもタイプすぎて、うん、両方となんかお近づきになりたかったのよ、うん 食事とかかでもね、なんか違う世界を見せてくれそうだったから、うん、で、美香さんの方が、えー、比較的この絡みがあったから、うん、美香さんとお話とかしてて、うん、なんか旅行行った時にプレゼントとかも持ってってだ、うん、京子さんがそれを知って「あなたね、えー、美香さんはクジラですよ」あななたたみたいな小魚がこのクジラ仕留めらられるかしらって電話かかってきた。<laughs> えー、でそれでどうしたんですかいや分かりましたってでもそれを楽しみに待ってますみたいな感じでかっこいいいや,いやかっこよかったよへえ<ー>でそっからまあ縁がなくて狙いきれなかったけどもはい、あ、でも本当に一時期は本当に狙ってたお付き合いできたらいいなってできたまあお付き合いというかねその何ですかいや かないけど夢の世界に行ってみたかったっていうのがあったわけよ <laughs> なるほど、うん、お付き合いするほどのこっちは材料がないから、うん、だって無人島とかプレゼンされてんだよええー？世界の富豪からはい叶姉妹叶姉妹そっかすごい人たち俺なんか相手にされないんだから中、うん、でもその小魚がかカカカッとこう入り込めたらなってぐらいで本当ん狙ってたええじゃそれ本当なんですね狙ったことないの男のタレントさんをいいなとかさ うーんか,かつてだってドラマだ映画ださバラエティーでいっぱい出てさそれ男前ともあったじゃんいやでもかっこいいなと思いますけど、うん、そう失礼ですけどその恋愛対象で見たことがない失礼だよ <laughs> <laughs> 失礼だよまあごめんごめんちょっと言葉強すぎだけどいやいいんですけど失礼なんで <laughs> 勝手に振ってるし全員も勝手なんで振ってるんだ <laughs> いやなんか男性もちろん かっこいいとかキュンとか優しいとかなんか喋ったりとかする時はそういうのありますけどなんかその付き合いたいとかチューしたいとかそういうのはないんですよねむしろその自分が素人の時はもちろんありましたテレビ見てて素敵付き合いたいとかはあるけど実は仕事ってなったらなんかちゃんとやなきゃっていう方が勝っちゃってなんか付き合いたいとかっていう仕留めたいみたいなのはないっすねだからやっぱ消防士さんとかその <laughs> そういう肉体大会系の人たちと出会うことが多いガッチリ好きよねこうがっチりしてる体つきの人が好きなんだねそうです私のタイプで言ったら手が大きい人が好きなんですよ、うん、もう本当に大きい人っているじゃないですか男性とかでも初めましてって会う男性スタッフさんでも全員一回手見ますねどれぐらいの大きさ俺だってさ言ったら <男>うん、女性よりはでかいじゃん大きいですねでも男性からしたら普通ぐらいかもしれないけどそうだからも,うもっとでかい本当にバカでかい手の人あの篠原さんとか柔道家ののそのさんの手に注目したことないです <laughs> めちゃくちゃでかいよやっぱ掴むから襟とか <laughs> そうですねまだ、あ、でかいければでかいほどいいので<ー>キュンとするかもしれないです生で見たら今までで見た手の中で一番キュンとした人は誰これが街で声かけてきてくれたファンの方なんですよへえ 男性で、まあ、体も結構大きかったんですけど、もう手がもうこんな手掛けたんですよもういやそれはもうパーデンデンじゃ <laughs> それもうさんまさんだよ <laughs> さんまさんのパーデンデンぐらいの手の大きさでしたすごいよ <laughs> それが、ブーンって握手してくださいって <laughs> 目の前に来たんですよ、バーンって でバーンって出された時に、へえみたいな、たぶんこうやって握手してたんじゃないですか。でもそれぐらいすごい手がでかかったのは、もう印象的で,で握手したときにキュンとしちゃったんですよ、えー、包まれてるの感じが。えー、なんであ、ありがとうございますみたいな感じ、ちょっと意識しちゃったその日からですからね、手を見ちゃうっていうのは。なるほど。 っていうのももう…も手でかい人ってあんまり分からないねいや分からないっていうか手を見たことないからあこの人手でかいなと思ったことないから、うん、紹介しにくいよねねそうっす、ねうん、だからその手が大きいとやっぱりあれも大きいのかなみたいな。いやまあねどうなん神話性あるじゃん鼻<花>は、うん、こことこイ,イコールだよ、うん、みたいな。うん 感じのことは言うけど、うん、かん,んか一説にはこっからここの長さがそのマックス時に近いとかって言うよねねこの中指とここの長さが、うん、そうそうそうここがそれで自分で確かめられるじゃないですか男の人は、うん、その噂聞いてみるいやまあそうかなとは思うよ多少の誤差はあるけどもえそうかなって今言ったらみんな多分見てますよ今こっからここからこっからこ,こ俺も自分で測ったからちゃんと本当に日本人の平均ぐらいだった何センチだったんですか13ぐらいえー そう、もっとそんなはずないと思ったからぐっと押し込んだけど <laughs> 最初のゼロ、<laughs> 最初のゼロ,ゼロ思いっきりぐっと押し込んだけど <laughs> はそれぐらいああそうなんだ、うん、だったあじゃあ手あんまり関係ないん、ね、だから手見るとなんかドキッとしちゃいますねああそうどうですかさっきもねいっぱい質問に来てましたけども吉村さんの好きなタイプはって結構やっぱいやタイプなんてもうないよねみんな好きになっちゃった えあの何て言うんだろうな、えー、解放してくれる人だったら<ん>その自分をね、うん、バーンって出してくれる人だったら全然その美人とかも美人じゃないとかもその関係なくなっちゃった体型とかももう。えう解放っていうのはなんかさらけ出すというか。うん なんて言えばいいんだろうなもうも下ネタになっちゃうんだよ、これどうやって話したとしても、<laughs> そんな感じがするそうでしょ、うん、その時にぐっとこう出してくれる人、これ、我々不幸なのは、うん、やっぱ芸能のお仕事をしてて、うん、目が肥えちゃったじゃん、イケメンも見たし、うん、美女も見ちゃったから、うん、もうおかしくなっちゃってるんです、感覚は。うんうん だからもう戻れないんですよね美人を見たとしても何とも思わなくなっちゃうわけもあ。街中であ綺麗だなと思うけどんかよわって近づきたいとか結婚したい付き合いたいってなくなっちゃってるだよだからそういうメンタルのものでしか興奮しなくなっちゃってるかもねそれってのはどういうことですか引っっっ張てててくれる女性ことですか爆発力があるというかさどういう状況なんですかその爆発力っていうのはなんか簡単にうん瞬発力なのかななんかうわ <laughs> <laughs> ちょっとどんどんやばい方向にいきそうな気がするけど普段,は普段は普通なんだけど、うん、違う一面を見せてくれるというかガラッとスイッチが変わるっていうこのギャップ,ギャップじゃないですかそれじゃ二人っきりになった時に,急にバーたそうそうそうンみたいなバーンってすごい集中力だねっていう感じの <laughs> 今私も早く変なこと言ってたはもう言ってたけど <laughs>、うん <laughs> <laughs> 言いそうになってや山形。居酒屋じゃないのよ。すいません。個室で口で飯食ってるわけじゃない我々。生配信中です。はい。あ、そういうこと？うん。だから大人の方が好きになっちゃったかな。ああ。若いとまだその恥じらいもあったり、自分が可愛く見られたいとか、なんか下品に思われたくないとか、いろんな思いがあるから出さないけど、大人ってもその辺すごいじゃない？うん。ある日三十ぐらいになるとバーンってくるじゃない？ それどういう状態 <laughs> さっきからそのバーン。それがすごいなぁと思う。あじゃあそれって、うん、なんていうんですか。S か M かって言ったらでもウイノシマさん S ですよね。うんどうなんだ M だとも言われるけどね人に合わせるから。あ合わせるタイプなんだ。そその人が S だったら M になるし、うん、その人が M だったら S にもなるしっていう。えー お意外といや多いんだって結構そういう人でも根っこは M なんだってそういう人はあそうなんだそう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 っていうふうにはえどっちどっちらと思いますいい知らねえよ <laughs> いいとか言うのやめてます <laughs> M でしょ私はもう信じられないぐらいもうド M です <laughs> <laughs> 本当にでもそこを見たことないじゃん出さないですよ絶対に なおみのこうやって仲いいけどもちろんね、うん、エッチは見たことないわけじゃんもちろんですよ気持ち悪いな <laughs> いやいやいやだから分かんないねどんなふうになるのかがそうですねすいませんおしぼりいいタイプです,すません手汗がすごくてちょっとね汗かいてきちゃったからいやド M ですよそれはどういう M なのそのさ言葉でなんて言うの言葉でぐっと押し切ってほしいのかいや言葉じゃないんですよその刺激なのか。あの私はこう 空想の世界に入りながら <laughs> 愛し合うのが好きなので<う>で、かこう「一つになりたい」みたいなんか「みたいな感じになってるんで声かけられるとパッってなっちゃうんですよ。<ー>だから言葉攻めとかなんかそういう言葉で、うん、なんていうんですか言ってくる「うん、どうだ?」みたいな「うん?あ」みたいなちょっともう<ー>規制がすごすぎて「<laughs> どうだ?」あしか言えなかったんですけど。 いろいろ声かけられるとちょっと難しいんですよねなるほどねそうだからこう声をかけてくるっていうよりはお互いのもうリズムみたいな感じでやってきてほしいっていうかうんなるほど難しいないや難しいと思います結構レベルのね高い人じゃないと対応できないかもねでそれこそ昔 <laughs> 嘘だろうみたいな <laughs> こんな人がいるなんてっていう人がいたんですけど私はもうド M なんでもついていくあーーまあ本当に やりたたたいいいことがあったらついていきますみたいな感じです、うん、でも普段は S なんですよ。うんうん、普段のこういう時はいじめたくなっちゃうし、いじりたくなったりとか、うん、ドッキリ急にしたりとかっていうのあるんですけど、いざ二人きりになった時っていうのは、もうド M なんですが、その、まあ素敵な男性とね、うん、まあ、いちゃこらいちゃこらやったわけですよ。うん、で、ちょっとなんか、わーって楽しんでる時に、わーってなってるときに、その男性が <laughs> テンション上がりすぎて、バーンって壁に。 頭をバーンっって打ったんですよ、うん、私もなんか薄暗い中だったんですけどうわっ壁に頭打ったってちょっと素に戻ったんですよでもその人はバーンって打ったまま続けてた <laughs> <laughs> かっこいいねかっこいい私その時にズーンってきて、うん、絶対頭痛いはずなのに続けてるんだよね <laughs> <laughs> すごいねかっこいいと思ってそっくりもう胸がもうドキ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 っていう感じになって、うん っていうのありますねだからまあそうねそういう上手な人がいればいいけど大内さんの話知ってる大の字のちょっと待ってください今のところコメントが「もうやめて」みたいな絞り方ちょっとびっくりしちゃってるけどでもそこまで絞り方で大丈夫ですかおじさんはう可愛らしいから大の字のおじさんは M なのよでもの結婚する前だけどその方は S を望んでたんだって。 うん、そのおじさんに相手の、うん、おじさん優しいから S を演じたんだけどさ、うん、やったことないから言葉で責める時に何言ってるか分かんないからとにかく「あーどうだお父さんとお母さんとかこういう姿見たらどうなるってめちゃくちゃ長いこと喋ってて <laughs> 女の子はおめ投げよ」って言われたて「<laughs> ごめーん」っていう話ね。 言葉詰めやっぱね <laughs> 上手くないとね難しいんだって <laughs> もう本当 <laughs> 長ーくやっちゃったんだ長くお父さんどうかあさんがーみたいな <laughs> 呪,文 <laughs> 呪文みたくし喋っちゃって <laughs> でも<俺>無理しちゃダメなんですね<う>で吉村さんはうまいんですよ多分俺はあっまりこどっちもいけるっていうのはしろね慣れだからねうん、うん すごいですね。いろんな話をすいませんでした。でもこいう話が一番僕はいいと思いますよ。私はね、下ネタが大好きなんですよ、本当に。みんな好きなのよ。結局は。うん。下ネタがね、一番やっぱ共通で面白いから、世界。でも楽しいですっていうコメントもありますから。もっと下ネタ聞きたかったのに。いや、もうこんなの。 吉村さんの中の下ネタで言ったらレベル1ぐらいの話ですよねまだ入学してないよ <laughs> 保育園まだ保育園保育園あらら、うん、こんな話保育園でこっから入ったらもう小6ななかたら大変だよもうやばいもうみんな聞けないと思う、うん、でもねそれがおもろいんすよね面白いのにで珍しくこんなに下ネタ話せる人だから女性でああ<ー>直美とはねそうですねで今なんてもそれ喋ったらもう,あもうダメですよそれも ハラスメントですよよっってななちゃうからさあーなるほど怖いよね、うん、だから、まあ、特殊っすよねちょっとその吉野さんのことも男性として見てないっていうか、うん、その言い方はそういう言い方じゃなくてんなんかそういう意味じゃなくて <laughs> 人間同士のそそ <laughs> そうそうそうなんか魅力みたいなあ<ー>そういうのがありますよねでおみってさ俺珍しいの女性からして<ん>珍しいのほんとにこ下ネタ話したら「うわあ」とか「キャー」ーとか「あ面白い」とは言うけどさ 返してくるじゃん。いや私の方がさいやいや珍しいの本当にいや私もそれ最近思ってて男の先輩たちとかと一緒にご飯食べてる時に下ネタみんなねわわってなった時に同じテンションで確かにしかもその時ってさこんな状態になりませんってなんかつけ足してたりとかする時にあやばみたいないやそれがいいんだと思うよああなるほどね下ネタねエピソードで負けねえみたいな感じで来るから。 いや負<や><は>けねって感じではないですけどいやでも芸人からしたら入り方はそんな感じじゃん、うん、いや僕もね」みたいな感じのやつの下ネタバージョンがくるからすげえなと思うそれは他の女性芸人にもないかな、うん、ええー、本当ですか、うん、笑ったりとか苦笑いで終わったりとか、うん、もう本当とやめてくださいよとかで終わることが多いうーんう下ネタはすごい好きですねは<ー>、うん、でもいつの間にかこう下ネタじゃなくいい感じでやっぱ 元々アングラ出身というか、うん、いやいや何言ってんのポップじゃないいやいやポップにさせていただいたんですよ周りから最初からポップだったよ本当ですか、うん、でもまあ下ネタばっかり舞台でやったりと、うん、台ではか、ねうん、しててひどい時期あったもんな斉藤さんとも <laughs> 俺ら何を見せられてんだっていうぐらいもう斉藤さんと喘ぎ声出しかながら踊ってたりとかしたもんねステージで深夜のライブそうですねひどかったですねで、うん、でもそういういのとかをやってた中で、まあ 10年目ぐらいの時かな、もうテレビでピカルも終わって、留学も行って、でもいろんなお仕事幅広くやってたら、新しいファンの人がついたんですよ。ナオミちゃんのファッションが好きとか、メイクが好きとか、なんかナオミちゃん、なんかインスタ大好きみたいなふうに言ってくださる人が増えて、うれしかったんですよ。やったみたいな。ありがとうございます。いなかったかね、今まで。そうそうそう。あれだか。そうが。その中で、七変化の、ガキツカの七変化のお話が来て、で、七変化で、 ネタの7本新ネタやるじゃないですかも新ネタできると思っていっぱい書いておく中でやっぱ半分ぐらいは下ネタになっちゃうわけですよね。でその中で結構一つどぎついやつ攻めた下ネタやろうと思っの受け身の下ネタじゃなくて攻めた下ネタをやりたいあのメンバーの前でと思って結構な下ネタをやったんですよ。そのののど大会歌歌歌う女ってるにか おかしくなっちゃって彼氏が「みたいな遠隔で」みたいなっていうネタをやったんですよそしたらもう「女のの子ファンンド引きです全員最低ナムちゃんそんな人間だと思いませんでした」みたいな感じで「あの時のナムちゃんどこ行ったの変わっちゃった」みたいな感じ誰だよそれお前だいぶ首埋まってるぞお前当てないで」だからその時に「あバランス大事だな」と「やりすぎたらよくないな」と思ってそこから下ネタと「 なんかポップともういろんなみんなが求めてくれてるナオミをうまくなるほど、バランスよくやりたい,ていう。るとはいえねちょくちょく出さないとダメよ、うん、ゼロは爆発しちゃうから爆発しちゃうある日突然爆発するからちょくちょくだけどこれ皆さんは我慢してもらわないと、うん、多少ガス抜きしていかないとナオミとガーッと爆発しても一番やばいもうそれになっちゃうから多分 <laughs> ジュンあるひとつで生配信中にもうジュンパカーパカーはダメだごめんなさいパカーはダメだよごめんなさい口がね私の口がパカこんにちはっていうことそうそうそれはダメ俺はもう何とか包んだんだからそっからだから俺が直美のさっきの言ったね負けないエピソード合戦なのよパカーはダメだよお前最高じゃねえかダメこの野郎 失礼いたしました皆さんああバンしちゃうっていうことでンだけは避けたいんですそうだね広告もつけたいですからバンって何なのバンっていうのは変なことそれこそそれになっちゃったなだったらそれはダメだよ会話も大丈夫でしょ会話もだからもうものによりますええトークもダメなんだトークももうギリギリええあと殴る描写とか私一回中学時代のヤンキーの話をしたんですよそしたら、 うわ、とか、なんでだよ、とか言って、やったら広告つかなくなっちゃって。やっぱその暴力的な描写みたいな。ええー。うん。あ、そう。も結構、繊細なんだね。そう、だ、そうなるとね、パーンってね、消えちゃったりとか。あ、こっでわかるんだ、答えが。もあるし、その後。と広告がもう、大丈夫、俺のさっきのハッスルタイムなんて、もうバンド対象だろう、お前あんな。いや、大丈夫です。あれは、あれで、素敵なコンテンツでしたいやいや。あんなの、お前、暴力的な。お笑いではあ。<laughs> お笑,いお笑いとしては暴力的かもしれないですけどなのでちょっとね番だけは気をつけながらやっていきたいんですが、はあ、吉村さんもねあまだ時間は大丈夫だと思いますけどこのあとあれですもんね生配信生配信でチャンネル回って、うん、あともう始めたりしたらみちょぱともあっそうかみちょぱともやってますね もともと番組の企画なのよ、うん、大阪のローカルの番組の企画で、うん、そのメンバーでやるって言って、みちょぱが一人じゃ不安だからって言って、俺指名してくれてやってるって感じ。うん、あそうなんだ。そ<う>じゃもう、相当再生回数もいってるんじゃないですか。いや、全然じゃないの、まだ、こっからだと思う<ー>。悩んでそう、みんな、うんってなってるスタッフさんとか <laughs> それ結構じゃないですか思ったのと違うなみたいな感じになって。 っていうのもあるからここからだと思うしじゃねそこで土鍋を食べてうまくて持ってきたのあそうだったんだそうありがとうございます全然ステマとかじゃないからね単純にほんとにおいしくてあれだからっていうのでじゃあ皆さんもぜひチャンネル登録そちらの方も気が向いたらてんかそれ言うために来たみたいなのも恥ずかしいからさだからまあまあいいですよ好きな時に見てくれればもうシャイなんだからやめてやめてやめていや今のシャイの殻を破っただけだよ <laughs> じゃあややこしいわ。<laughs> さっきもあったから、その事故が。<laughs> その事故の再現だと思っちゃいますから。<laughs> やめてください。最高だね、やっぱ。最高うん。俺らもう一生バンス、バンギリギリの人生をやもうぜ。それが一番、だからロックな人生をやたいですよね。そうそう。ひよ、うん、っちゃだめよ、天下のナオミ、破天荒吉村が。破天荒吉村でも正直私たち最近ひよってましたよ、ね。ひよ、うん、ってた。正直。なぜなら手に入れたから。 成功というかね自分が求めてたものある程度手に入れてこれ失いたくないのよだからちょっとひよってたでもここからもう攻めてくよどんな感じで攻めてくバーやめて !3 回やっちゃった三回はもうバンバンバンあれなんですかあ、なんでしょう何だと思いますえ、なんか来たそうねじゃあせっかくですから用意しましょうか デンジロ先生に来てもらいました。いやいや確かにデンジロっぽいけど、<laughs> なんですか？デンジロさんが、そうまあ、サイズもねでかいんですけども。えこれ相当やばいんじゃない？何これ？なんか <laughs> 光り輝いてるんだけど。ちょっと,ょっと待って待って待ってまだそこにいて。てえ怖い！何？これちょっと上げた方がいい。ちょっとじゃあカメラを。<laughs> 一個近くで寄ってみます。これ何？怖いんだけどマジで。ね、さっき言ってたやつかな。何がプレゼントって後で来るからってそうじゃないですか。いやそれはまた別なの。よでもこれ久しぶりのサイズ感じゃないですか。いや、ね、久しぶりのサイズ感ってよくわかんないですよ。昔ここでねこうこうやってましたけども。何ですか。まさかあ。じゃあいいですか。はい。近寄ってみて。これはまあ飛んなくていい。 なになに、怖い怖い。こうやればいいのね。はい行きますよ。あ、吉村さん、あ、もうちょいあっちがいいんじゃないですか。はい、何、知ってんの。いや、ソーシャルディスタンス。あ、そっかそっか。いくよ。せーの。だらら。おお、ありがとうございます。すごい。三段ケーキということでございまし <laughs> え、これ吉村さんが <laughs>。吉村さんが注文してくれ。注文したのかな、俺が分かんないけど、<laughs> 気をつけてましはい。やばくない。 かわいい昔の芸能人のもうウェディングケーキぐらい。<laughs> すごーい、はい、マジやばい Happy Birthday to you. ちょっとすいません、本当に、パカーみたいなやつで、誕生日のこと忘れてました。うん、<laughs> これでもう頭いっぱいいっぱいになってて <laughs>。<laughs> 頭いっぱいいっぱいなんだよ。え、ありがとうございます。えー、かわいい。あ、吉村さんもいるじゃん。はい。いるよ。かわいい、超ギャル。 ギャル好きですもんね吉村さん、ね。ギャル好き、劇的に好き。<laughs> 年々好きになってる。<laughs> もうちょっと離れるかなと思ったらもう年々。えーかわいいありがとうございます。嬉しい。すごいよほら。えーすごい n a o ハッピーバースデーマブ国宝三十四ヌマトスキッピー。<laughs> これは吉村さん注文してないですね。<laughs> お任せですね。<laughs> お任せですね、これは確かに。うん、こん優勝。<laughs> 優勝だけです、ね、私優勝だけです。<laughs> え、可愛い,い。え、みんなもありがとうございます。嬉しい。ごね、これはすごい。だってこれも見てよ。すごいね。ちゃんとこういうところも。ね、ちょっと光一回なしでやった方が綺麗に色が出るかも。これはすごい。うわすごい。かわいい。みんなからの思いですね。そしてこれからも頑張ってくださいという思いが。<laughs> ありがとうございます。ふーしいいんじゃないふーふー,ー,ーするはい。じゃあふーします。離れるよ。一応ソーシャルみたいな感じです。うん。ありがとう。<laughs> ひばりの言い方だけど。<laughs> ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます吉村さん。本当にこんな いやいや私というか皆さんが用意しただけですからあ,ありがとうありがとう私はただただ出しただけです、はい、でなんか2人でこうやっておっきい派手なケーキ出してわーってなんかちょっと寂しいもうちょっとね人がいればちょっと時期的にね、うん、ちょっと難しいですからどうやってこれ2人で食うんだって話が <laughs> これは2ヶ月かかるよ <laughs> 冷凍庫に入れなきゃ <laughs> <laughs> やばいやつだよえせっかくなったら写真撮りましょうよあ,あはいはい <laughs> じゃちょっとお願いしてもいいかな美味しそうなケーキだね今ののケーキは…結構アップでいいかな縦でお願いしますもうちょいしゃがみ気味でお願いしますあいいですね <laughs> バカをね、次の時代を…時代の扉を開けそうそうそうせーの、バカ <laughs> 恥ずかしいよー <laughs> ダメよ、バカは <laughs> どういう意味なんですかって言われたら <laughs> もうなんて答えるんですかこれ <laughs> いやもう時代の扉を開きましょう <laughs> バカーえーありがとうございますこんな可愛いやつちょっと食べてくださいせっかくですから食べましょうははい、はい。大好きだねちょっとねこれは超可愛いあらな、いやなんだすっげこっちケツ向けて <laughs> ケツキックの体勢だけ大丈夫 <laughs> 絶対に叩かないでください <laughs> え、可愛い,い、嬉しいです。吉村さんも入ります。なんか、お、おしゃれに。いや、あ、あんま映んないんで、ちょっと前の方に。いや、分かんないけよ。いっぱい撮ってるのが、いいじゃん、この一枚やって、あんま、ばしゃ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 撮って、なんで。俺だけ一枚限定でさ。見えないから。い,<や> <laughs> いきます。 三二一、ありがとうございます嬉しいありがとうございますすいませんいやいや、素晴らしいじゃこれね、一旦じゃあ気をつけたよ、いやいや、段差あるからはいなんか、えなんかやりそうな顔してんな <laughs> なんすか、やりそうな顔ってガチャンってバカって感じですかバカって感じ、もう顔がバカーだもん <laughs> ありがとうございます <laughs> こう… <laughs> 顔がバカってどういうことバカって何やりそうなケーキ倒しそうなバカってあー糸引いちゃってるのバカって。ね本当にダメやっんですかバカが糸引いちゃってるの何ややとそう、よだれ、糸引いちゃったうわってなってるからもう。お笑い欲しくなっちゃったよ。皆さんありがとうございます。嬉しいですね。こんな素敵なケーキ。

いやあれはすごいだからみんな食べてね。はい。あれすごい量だよ絶対いいやそう。いや本当に毎回作ってくださってる方じゃね。吉村さんの誕生日の時も出した。番組でね一緒に出たけど。そうそうそう。てか今回どうやって持ってきたのね団をさ。ね。今までの中で一番大きい最長でしょこれ。しかもどこにあったの？さっき来たってこと？ずっとあったんだよね多分。ええどこに？バレないように。ええ。 だからここにて作ったの、今年一なのに。今年一なのになんで私が知らないんですか。知らないとこに隠してたから、えー。で、出入り自由だから、この家。こわ。誰でも入れる。らやばいやついっぱい来るじゃないですか<役が>。嬉 <laughs> しいですね。いや、嬉しいよ。<うん S 2> まあ。次三十五でしょ次はね。なんでさ、三十四になったばっかりの人に、次の三十五。三十五の決めようか。<laughs> もう終わったから34はもう,もう終わったもう終わったじゃん誕生日今日からなのにそうそう誕生日終わったからで35はもっと人集めよう、まあ、来年はいやでもそれはどうなるか分からないじゃないですか今のこのコロナの時期、うん、だからいつもあれですけど来年は大丈夫でしょう大丈夫だった場合はも集めてやろうよもうやりましょうクラブ貸し切ってやりましょう今まででもやってたんですよ、うん、40人とかで、うんうん、いやそんなんじゃないの、ね、もう本当にもう天下人でいこうぜ爆音で。 d j k ー o さん呼んでさ <laughs> まずオープニングムさにおっててあのいつものダンス <laughs> 豪華すぎるな <laughs> <それ S 2> イーズイーズですそうもうあのやつ後ろに <laughs> じゃあなんこんなこと言うのもあれですけど <これ S 2> 90年代すぎるんですよ <laughs> あの時代が最高でしょうやっぱ <laughs> いやそうなんですけどそうですねじゃあ来年の誕生日は吉村さんオーガナイザーやって,やってでそのニューヨークでいっぱい知り合い作りますからねでこういった配信とかしてさ、うん MC はマイケル富岡さんにするけどいい。なんでちょっとその辺なんですか <laughs> いや、ずっとなんでその辺のジャンルの人たちなんですかいや、日本が一番元気だった時の、いのトレンドの人たちよそ。それは今元気な我々世代のメンバーでもいいじゃないですかそっか,そっか、っか申し訳ない申し訳ない。なんで芸人一人もいないですかそこに。<laughs> <laughs> マイケル富岡さん。ナオミ・ワタベって言って <laughs> サムさんがまず踊るがいつもないです。 なななな、んんんで寒さの確定なんすか <laughs> 好きなんだよなさんえ、この花火ってななんすんだろう花火つけてって何花火って何なんか新しい機能花火って何かあったあ、上に花火あったんだって。あ、上に花火があったんだ。ああごめん。年寄りだから。ね、気づかなかった、ね。気づかなかった。また後でやっておきます。こちらね、やっていただくナオミが写真をね、撮りました。それ載せますんで。<laughs> 見て,てください。えー、花火ね。 ありがとうございますやっぱね、どうですか、この生配信ずっと喋り続けるっていう。いや、難しいよ、あのー、やることがたくさんあるよね、確かに。まず読まないといけないし、理解しないといけないし、喋、うんらないといけないしって、うん、ご飯食べないといけないとこれね、一、うん、人の方がやりやすいよ、確かに。うんねえだって二人でこう会話しないといけないし、でうん、初めてでしょ、こうやって前に人がいるの、スタッフさんほほぼほぼないでしょいやほぼほぼ初めてです、生配信は初めてぐらいかもしれないですね。緊張してたもんね、最初、やっぱ。 緊張してた。なんかいつも変なことばっかり言うんだけど、うん、変なことばっかり言ってなんか普通にコント撮影とかすると、うん、あ、なんかすげえ滑ったなっていう感じになるから <laughs> <laughs> ああなるほどそうそうそうだからさ俺もそうなんだけどこのコロナ禍になって収録にお客さんがいないのようん分かるだからウケてないのちゃんとここ数年うんで久しぶりに入った時全然ウケなかったのよ俺えっ、ー、あれっと思って俺もう狂っちゃってる感覚がと思ってさ だからスタッフさんは愛想笑いしてくれるけど、うん、奥のもう女子とかも何にも笑ってない時あるから、うん、だからちょっと時間かけて元に戻さないとやばいなと思った確かにやっぱお客さんの前に立たないとねだめ、うん、って言いますもんね芸人は絶、ね、対立ち続けないとっていう立ってる最近立ちはない悪いかもしれないですね <laughs> お前やってくれたな <laughs> そっちの刀抜くのね <laughs> こっちの刀もあります <laughs> やりまますすや、ね、出しちゃダメだって話になってたんじゃけ迷ったじゃん一回 <laughs> いや迷ったけど結果出してんだから <laughs> それやるんだったら俺だってやるからね何ですかあんな止められたのに行くよ俺だっていやいやこれはだってまだいやだって普通に舞台に立ってないって言ってる立ちは悪いですって意味わかんないじゃん舞台の立ち悪いですっていや立ってもちょっと緊張しないよねあね。そういう立ちが悪いってことですからあなるほどでしょごめんごめん俺が熱くなりすぎたもん立ちは悪いですね、うん どうですか吉村さん、あんま立ってます俺は全然立ち悪い、本当に昔朝も大丈夫だったけど、も今はもう全然だね。いやいや、それはもうガチの立ちの、朝のライブの話で昔朝早く早朝ライブっていうのがあったから、じゃあそれはね、若手時代ですよね、確かに早かった、7時とか、もう8時とかやってた、やってたアガイライブの話か、アウトねアガイライブであったじゃん、じゃあ朝の立ちがあったけど、今は悪いって感じですか。 そうなんかシーンが通ってないって感じがする年なのかな <laughs> あじゃあちょっとなんかふにゃんって感じなんだ <laughs> いやふにゃんはお前もう <laughs> 気持ちがなじゃ無理でもう気持ちがなもう終わったねもう終わりだよ我々は <laughs> 何がですかもうバンバンだそういうこと言うから勘違いされちゃうんですようちら別にそういうつもりで言ってるわけじゃないじゃないですか <laughs> じゃあふにゃんはだって聞いたことないの劇場のシーンで <laughs> いやだから気持ちがふにゃんってなっちゃうっていうポッキリ折れるとかうんなんか おへこんむとかあれが、ふにゃんってはあまり聞かないよふにゃんってなったことないですかこれはないかなふにゃん、だらーんはあるけどねお風呂入った後とかいや今舞台状の話してる舞台で話してるんですよネッ入ったらだらーんするかなって感じがするよ確かにねそっかよくないよ、あんたも何がですか普通の話をしましょう、も普通の話今まで一回もしてないじゃんだって。 マジくだらないですよ本当に。うん。いやすごいよ。うん。でもずっと書いてくれるんだね。そうなんですよ。みんないっぱいコメント書いてくれるだからみんなが本当にいるような感じが新しい時代ですよね本当に。そうね。まあ舞台ももちろん素晴らしいですけども。こんなんだって喋れないじゃん。面白いわーとかって言わないじゃん。うん、舞台だとしてもお客さんがあはははしかないから。うん。そのゼロか百しかないから。うん。 う笑しらないか笑うか。うん。これはすごいね。いやこういう時代に慣れないといけないんだよな。本当ですよね。うん。えインスタライブとかもやったことあります？インスタライブはないね。うん。でさっきストーリーだっけ？うん。ナミネイさんあげたけどあれがようやくわかった上げ方が。うん。今までも過去上げたけど若いマネージャーさんにどうやってやるのって教えてもらって、うん、やらせてたかりするから。うん。 ってていうのも初めでしょだっていろいろ機能ありすぎてもあっけかんないもんねそう私も結構置いていけないぐらい置いていけない置いて追いつかないぐらいのスピードなんで進化の見たことないマークが増えてんだよ最近そうインスタの見危ないっすよマジでわかる吉村さんみたいに理解してなかったらあんまりこれなんだろうって分からずにおっしゃっていきなりライブ配信とかそれなのよ俺この間初めて知ったんだけどストーリーストーリーって見たら足跡がつくんでしょ で吉村がが見ましたたよよっって足跡がつくんでしょ、うん、俺それ知らなかったのよ、うん、だからもう恥ずかしい足跡のつけ方サイバーダンサーズグラビア誰誰 <laughs> そればっかり見てたのもう向こうに通知されてるんでしょそうだよ知らなかったそれこれは恥ずかしいうわ吉村来た来たって噂になってるじゃないですかみんなでなってると思うえあんたも来た私も来たうわっみたいないやーあのスケベ <laughs> <laughs> 言われてますよいや本当に言われてんだよそれ知らなかったんだよなそうよ足跡つくからねだから誰が見てるかっていうのもわかりますからでも、うん、フォロワーが多い人とかだと多分ね一斉に見る人が多いからなるほどタイミングよく見ないとで吉野さんが見た段階で私も見たら誰が見てるかなってったら吉野さんが出るけど、はあ、タイミングがずれたら出てこないんであそうなんだうん。うん、ちゃんとしたこの足跡じゃないんだ過去にこの人が来ましたよ二日前に踏みましたよってことじゃないあではないです<あ>その時よかったよかった <laughs> 危なかった。追い込まれてたっぽっ、ね。て追い込まれてたよ。やっぺやっぺやっぺってなってたけど。ね、いつまでそんなことしてんの。ずっと。<laughs> 一緒。俺と綾部は。<laughs> 一緒。巻き込まないで、えびさんのこと。え、<laughs> 吉村さんって不思議なの、いつも元気だし。うん、本当に。女の子大好きですよね。大好きだね。なんでだろうな。昔からですか。 昔から好きだったけどその出せなかったんじゃない ?10 代の時はシャイだし、うん、モテないし自信もないしっていうのがあって、うん、反動で、うん、反動で。ってなった時に人が好きなのかなと思っただから変な人も集めるじゃない、うん、後輩で。うん、だって、ね、吉村さんと一緒に今ねいる後輩たちはなんか一部で言われてるのが、うん、そのいろんな先輩たちがなんか捨てた子たちみたいな。 最終処理場って言われてるから <laughs> <laughs> うちでだめだったらもうだめですよっていういろんな歴代のねお前もう来んなよって言われた人たちが集まって今そこのトップ取ってるのがガリッと中熊谷です <laughs> いや先輩じゃないですか先輩,先輩がな <laughs> ぜか来ちゃったから <laughs> <laughs> っていうところになるよねってなるとやっぱだめな人が好きなんだよねだめな人,も人が好きでそれは男女ともに,、うん、に面白い人が好きなんです、ね、面白い人が好き人が好きなんだろうなっていうのは最近思ってきた そっか。お<ー>いやでも、嬉しいですよ。もうお付き合いも十五年ぐらいですかね。吉村さんとはい。そんなになった。そんな感じしないよね。十年超えたって感じしないよね。うんなんか三四年。がずっと続いてる感じじゃない。本当ですね。感覚で言うと。うん。老けないもんね。え、老けないですか。私。あれは老け,けない。老けない。嘘嬉しい。少女隊の時ぐらいと一緒ぐらいで、本当に。ただ髪のあれが変わっただろうなぐらいの、このここにつけたりとか、色が変わったぐらいの感覚だよ。うん え嬉しいんですけどそれだからもう年寄りだからじゃない変化にあんまり気づかないんだよこっちは確かにでももう34で411もう昔みたいな感じにはいけないですよ<ー>今日ちょっと出ちゃったけどそなんなのパカーとかさ <laughs> ああいう感じはもう多分本当はダメなんだと思いますよその年になってら、まあ、若い世代は何やってんだこいつらおじさんがとかねなってるんだけどでもその人たちも年取った時に同じことやってると思うよ次世代の YouTuber は2人揃ってパカーってやってると思うよ <laughs> はい、次世代の、うん、次世代の結局根っこは変わんないよ確かに、うん、どうするんですか吉村さんのなんか来年の目標とか聞いてもいいですかん <laughs> <laughs> で来年なんだよお前もう間に合わねえよ来年の目標だったとえ間に合わない間に合わないどういうことですかいや来年に目標のことはもう結構前に動いてないと間に合わないじゃん今言ったからってできないじゃんいやでもこれだけはやりたい挑戦したいとか だって今もうテレビ全部出てるじゃないですかいやそんなことないけどねやっぱ最終的には MC いやそれもやりたいと思ってたけどあんまなくなってきたかもね,ねうんなんか大変そうじゃない ?MC って <laughs> なんかよくよく見てたら <laughs> でもわかる、うん、疲れてんじゃん、うんまあ、疲れてるかどうかわかんないですけど、うん、その頭の,なんてうの視野を広げないと「あの人あの人この人」っていう そうは見なきゃいけないですもんね。ね気使うでしょうん。大物もいるし、若手もいるし、その中で若手がうわーってやった時、大物怒ってないかなとかっていう。調整もしないといけないから、うん、で、ここ数年やっぱノブさんがすごかったじゃん。うん、でも、近くで見たけど、だんだんもう疲れと。あのストレスで、顔が真ん中に寄り始めてん、る本当にぎーって。え、パーツが。<laughs> パーツ、我慢しすぎてよ。<laughs> うーん、全然、がってなってるから。確かに、久々にノブさんと会った時とかも。 会話のテンプレがちょっとおじいちゃんと同じテンプレでしたもんね。<ー>大丈夫か、なおみ、元気してるか、また会おうなみたいな感じになってる。ここでは省エネにしないと本番に疲れちゃうから、うん、ここでエネルギーを使わないでっていうふうになっちゃうんだよね、うんうん。そう。だから阿部さんっていうね。だ、うん、MC よりはまあ行ったり来たりでギャーギャーギャーやってる方がいいかな今は。ああ<ー>。うん、得意さんとの夢は。 あ、徳井さんとみえるんですか。徳井さん。うん、徳井さん、<ょ>あ、チュートリアルの。あ、違います。あ、違うんですか。平成の徳井健太さんのです。徳井健太さんですか。はい、徳井さんが今、あの、なんか、無双状態入ってますから。<laughs> <laughs> 徳井がもう、ギラついてて。<laughs> 徳井さん、今、すごい、なんか、芸人評論みたいな。そうそうそう。分析みたいなやって。ますよねそう、考察みたいなやってて。うん、なんか、色々あって。 こっちが金髪の時もあって、うん、こっちが黒の時とかいろいろあって今もう完成し始めてますよ。ぐっ、うん、とオールバックみたいな感じで力士のあの遠藤っていうのが大井町強すぎて作れなかった時と同じ髪型してますから <laughs> 仕上がってんなと思って。<laughs> だからね、まあネタもやってみたいかなと新ネタとかもお<ー>どっかでね、話しのぶこぶさんがそう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 新ネタ新ネタとかライブとかやろうかなってちっちゃなところでわからんよ。<laughs> それはもうすごいことじゃないですかだって。 鶴の恩返しのネネタしか知らないですよ <laughs> 7年間そのネタルミネ吉本ルミネズ・吉本でそのネタやってコロナ禍でやってなくて忘れちゃってもう再現できない3ネタ <laughs> 台本もないからあんな7年もずっとやってたのに 2>, った2人揃って何も出てこなかったいやマジで本当とノブコブさんのネタって不思議でその10分ですよね、うん、出番、うん、ルミネとか、うんうん、で結構いろんな芸人先輩たちって何本もネタ持ってて、うん、まあその。<laughs> 会によって変えたりとかしてるんですけど,どう1日3回公演だったらこの慣れたこののれ,れたとかあるんですけど、はい、信子さん絶対にもう釣るの恩し1本で行くんだけど最初の5分はフリートークなんですよね。<laughs> フリートートクだねこれすごくないですかルミネのお客さんが来て最初の5分はフリートークでもうガンガン回したの吉村さんが「どっから来たんですか?」みたいな「<laughs> な北海道東京ですね <laughs> 何とかですねとか言ってもうブワーって回して。<laughs> で信じられないぐらい盛り上がるんですよ、もうお客様も,も、ブーって笑うんですよ、で、それの恩返しのネタ始まったら、ピタッて、吉村さんも、ピタッてなるんですよ、徳井さ, <laughs> さんも、ネタ、うん、入る前は二人も、意気揚々で、ねうん、フリーが超すごいのに、<laughs> そういえばさ、お前さ、昔話でさ、ってネタ入る時にもう二人とも、スンとか言って、二、ね、人もテンションなんか下がってたし、また始まるんだと思って、<laughs> <laughs> ああ、この時間がまた始まるんだと思って。 <laughs> じゃゃやらなきゃなだからその姿を見せた人はたまたまうちのね、はい、マンションの住人にいたのよ、はい、女性、若い女性が、うん、エレベーターでその人ばったり会ってさで後輩2人で村順のピリオドがいてエレベーターの中であこの間ルミネ行きましたああそうですかって言ったら全然受けてなかったですね <laughs> って言われてさ <laughs> <ひどい笑>えこれ、ここでこんなこと言われるんだと思って後輩の前,後輩の前でも。も いや俺そんなことないですけどね。そこはさ、いつもの吉橋さんのノリで勘弁してくださいよとかさ、また来てくださいとかさ、うん、言えなかった、うん、言えなかった。恥ずかしくて、プライドもあった。そんなことないですけど、結構受けるネタですけどね。<laughs> ってって後から村純とか超ダサいですあれって,って。<laughs> バレてるし、後輩に。<laughs> 恥ずかしかったな。直接それ言われるのはすごいですね。うん、だから入り口は その受けてなかったですよね。入り口じゃなかったの<う>見ましたこの間劇場行ってっていうなんか嬉しい方だと思ったら、うん、そ,その乗りて来た勢いのまあ、全然受けてなかったですよね。<laughs> 怖っ。そんなね吉村さんですが、はい、もう間もなくあもう時間やばいじゃん。大丈夫だよもん。いやこの後生配信すぐ9時からですよね。9時からでもすぐそこだから大丈夫です。まあ大丈夫ですかな大丈夫じゃないんですよだって。<laughs> ギャラ争奪戦の結構大事な大会ですからだってこっちのほうが人見てんだからあ言ったね、うん、かわいそうですよごはんたちかわいそうや言ってるだろお前最終処理場なんだから <laughs> 何の感情もなく座ってんだよ <laughs> <laughs> ただ時間通りにして <laughs> そんなことないでしょ <laughs> 青い光浴びてこうやって座ってるだけなんだ <laughs> じゃあちょっっと吉村さんなんなか告知があったら いや別に大したことないですよ、そのさっきも言った、うん、あのみちょぱとの YouTube マグ、ま、マグ TV とかこの後いろいろやってたりとか、うんうん、まあなんかいろんなことやってますんでちょっと気に留めていただけるからということでございますねありがとうございましたはい、はい、すみませんねいや、とんどくないですじゃちょっと最後にハッスルタイムおい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 お願いします、吉島さん帰る前にお願いしますいや、もう変な癖ついちゃって体に次の生配信時にこんなんでいっちゃうバカバカじゃお願いします ささあ皆ハッスルタイムのお時間だいいね押してくださいよいいねですよいいね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 どん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 押しちゃうハッスルハッスルハッスル TRS サブさん出てきたクー出てきた TRS ハッスル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 おい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 ビビった息できなかった吸えないんだ こういう状況になると、うん、人って吐くしかできない。カーカーカーってなったよ。もう喉が太鼓の横の音してた。カッ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 ってなった。怖 <laughs>。すみません。でも本当にみんなが喜んでくれました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。これ私もう毎回やってますかハッセルタイム一<め>人で。やめてやめた方がいいよ。マイナス？マイナスで死んじゃうよこんな。こと。<laughs> 圧倒的なスストレス大丈夫です。もうバリー張りながらやってますからいつもこれやるってなったらあ頼むよじゃあちょっと吉本さん本当に今日はありがとうございました誕生日わざわざありがとうございましたはいまたまたまたじゃあ一旦ここで休憩を挟んだ後に私が一人であらららパカタイムはいこれは楽しみにしてますかねパカの奥はどうなってるのかっていうトークでね心髄が聞けるということでございます <laughs> <laughs> 何が <laughs> パカタイムの奥はでしょ。パカタイムの奥はどんな風になってるのか気になりますね。はいはい、はい。それでは皆さんまた10分後にお会いしましょう。えっ、ー、と40分に再開します。そして吉村さんゲストの吉村さんでした。ありがとうございました。プレゼントもケーキもありがとうございました。いやいやこの後のパカタイムもね楽しみにして。はい。まあぬるっと始まると思いますけども。はい、よろしくお願いいたします。ぜひありがとうございました。 にょんということで皆さん、えー、もう第3章ですか今2回休憩やったから、第3章ですね。ここからは私一人で生配信、いつも通りの生配信をやっていきたいと思います。で、串カツの、あ、串揚げの串亭さんはまだいらっしゃってくれてるということで、ここから3本ほどいただいて、お食事をしながらみんなと一緒に喋っていこうと思います。チョロピー。よろしくお願いします。いや今のは別に大丈夫でしょ<笑>,<笑>,笑った自分が悪いよ、今のは。 本当に、ね、別にやる気マンチョロピーってことだからやる気満々ってことですからね<何>大丈夫もうこれ以上絡まないで、ね、<laughs> <laughs> いやー吉村さん本当にねあんなお忙しいのに来ていただいて本当に嬉しかったで前までは結構ね誕生日とかはあの芸人の近い先輩たち小倉さんとかそんの二郎さんとか太田とか。 みんなでいつもあの当日もずっと何年もやってたんだけど去年からそれができなくなってだから去年も一人で誕生日過ごしてニューヨークで,で今年もっていうのででもやっぱいつもね一人でやってるからあと前吉村さん出てくれるっていう話だったからね吉村さん来てくれて嬉しかったけどさ大丈夫だったこれ私結構今ね久々にざわざわしてる心が <laughs> <laughs> マジでね あの今日はね、スタッフさんが、ね、大きいモニターを持ってきてくれてさコメントが大きく見えるようにしてくれたんですよ、いつもパソコンでこうやって見てたけど2人で見えるようにと思って見れなかったもんね、<laughs> ずっと吉村さん見てた、下ネタし喋ってるとき、<laughs> 大丈夫だったあ楽しかっ、たよっていう楽しかったよって言ってくれてる人もいるね、ありがとうございます。 見見ててるる側側もも不安 <laughs> 見てる側もざわついてるじゃん <laughs> いや本当にね本当はねもともと生配信、まあ、2時間ぐらいで終わらせようかなって思ってたけどやっぱ無理やっぱおしゃべりなおちゃんもうちょっとねやりたいなと思ってるんで皆さんお付き合いよろしくお願いします今怖かった今ね今ねもう怖かった今の休憩の間にちょっとおトイレの方に行ったんですよ でちょっとね急いでもう時間も10分しかないからと思って大きい方のね赤ちゃんをさ <laughs> 大きい方の赤ちゃんを出そうと思ってで結構なスピードだったのよ、バーン出してで急いで拭いてさ、で軽く手,手も、なんか軽くピャッて洗ってきたのよ、で今、こうやって喋っててさこうやった時になんかこの辺がなんがべたついたのね、ぺちゃぺちゃってなったからやべえ。 うんこついてるかも。って <laughs> 言,っっ <laughs> 言っちゃったよね。今すっごい怖かった。あの串揚げの油のペタペタだった。よかったー。今超怖かった。いや、大工ささあ、とか言った時、ペチャペチャ。やばい。ついてるとこ見せちゃったみたいな。大丈夫です。しっかりね。ペンペンって洗ったから、大丈夫です。<laughs> <laughs> やばいでしょう。 あ、すいませんわざわざあありがとうございます運 <laughs> ぴではないんで大丈夫です <laughs> <laughs> やっぱ私って変わってんのかな変な人ですかなんかこんなこと言う女嫌なんだけどなんか変って言われたやつみたいな <laughs> でもね言われるんですよこんなお前みたいな人に会ったことないって言われるんですよなんか バイト夢んでバイトしてたの15歳から18歳までその時もやっぱ店長に言われたもんね「お前って変だよね」ってやっぱ「そんな人見たことない」って言われた時に「えっん,んてこと言うんですか?」みたいなこと言ってたけどやっぱ変だよね変 <laughs> うんじゃないよ <laughs> そうね 下,下ネタより汚くて草 <laughs> 確かにしかもさ今画面見たらめっちゃ綺麗な画角ピントとさなんかすんごい綺麗な画角なのに汚い話して <laughs> そうねだからいつも気をつけるようにしてるんですよその自分がここでこんなこと言ったらみんな引いちゃうかなとか これはもしかしたら普通の常識的に考えてなしだろうなとかっていうのを考えすぎちゃって動けなくなくるるもあるんですよなんかみんなが弾き,きすぎたらやばいかなみたいなでも今日のスタッフさんはみんなみんなも変なタイプじゃん <laughs> 変じゃんだってずっと吉本と仕事してるってさ <laughs> なんか芸人さんい,いろんな芸人さんと仕事してる人たちだから笑ってるけどたまにほらファッション系のスタッフさんとか。 映画とかその芸人さんとあまり触れてない人たちの前でちょっと変なこと言ったときに <laughs> <laughs> ってなるんみんな <laughs> <laughs> でもこの2人はさなんかま <laughs> たれたよみたいな感じで終わるんだけどちょっとね畑が違うところのスタッフさんだとやっぱみんなは <laughs> ってなっちゃうんだよね不思議だよねそうでも今日の社長とかも大丈夫かなあ社長、はい、あありがとうございますお次フォアグラです。

すいませんね、なんかいきなりこんなふうに全然大丈夫。すいません。もうちょっとすごい。あ、カメラカメラこっちなんで。すいません。ちょっとなんかちゃん<あ>一言お願いします。今日じゃあ朝まで頑張ります。<laughs> 結構パリピだった。<laughs> すみませんありがとうございます。はい、<laughs> ひどい人だよね、私が。<laughs> ひどいよね。 今の感じとかもさ <laughs> じゃあ一言お願いします今の <laughs> やつフォアグラいただきますうわうまいめっちゃフォアグラめっちゃフォアグラ美味しいもう普段さちくわとかさ 明太子を乗せた白い飯とかさそういうのばっかり食べてたけどさもうほんと串亭さんのおかげでこんな豪華な配信になったよっていうのとあの誕生日っていうのも全部忘れてる自分が誕生日っていうのがね前回もひどい話してたから、ね、去年の誕生日の配信の時も下ネタばっかり喋ってたけどちくわディスるねとかいやちくわディスってるわけじゃない。 やっぱち,ょっとこうちくわとほらお手軽なさもっとねいい料理ができるかもしれないけど私ただちくわを焼いただけだったからここが去年マジやばかったですそうそうそういやー吉村さん若いよね感覚とかもそうだし見た目もそうだけど41歳って でも、まじで大人になりましたよ、私たち。本当に。それこそね、私たちがもう若手の時からね、1、2年目ぐらいの時から一緒にね、やってますけど、本当に大人になったなと思う、ちょっと分別がついたというか、<laughs> 昔はなんか、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ、みたいな、やって、なんぼだろ、う芸人は、みたいな。 吉村さんとかかかったもん、ね、なんな昔なんだっけ「ライブスタンド」っていう吉本のなんかフェスみたいなので幕張メッセー幕張メッセっていうでっかいところでもう何万人って芸人あお客さんを呼んで何万人、まあ、2万人ぐらいのお客さんの前で漫才やるとかほんとお笑いのフェスみたいなやつをやっててでもういろんな先輩たちがもう上の先輩師匠方も出て若手から。 でうちらが1、2年目ぐらいの時かな。で、出てさ、で最後、吉本芸人、そう、そうぞろいいぞろいいぞろいでさ、ブわーッと舞台上に集まってさ、みんなでさ、笑顔のまんまだったっけなんか歌うよね。あ笑顔のまんまじゃない。あラフラフラフ、さすが吉本、<laughs> 吉本の中身の人。そう、ラフラフラフっていう歌をみんなで歌って、で、最後、ありがとうございましたって、それぞれね。 袖でけけてくんだけど吉村さんやっぱすごかったもんねまあ言っても吉村さんもその時も若手だったけどもう上の先輩もテレビ出てるいろんな先輩たちががやっぱ最後まで残ってさわーってやるわけよでその時まだ吉村さんとかはまだテレビに出てないというか劇場ばっかりだったからまあ若手はみんな先に帰るんだけどなんかこうテレビに出てる先輩たちをよりもずーっと舞台上にこうやって いるわけよその手振るわけでもなくこうやって笑顔の中途さんとかの横でずっと何,何かをこう待ってんだよねで全員がはげた後に「うおーうわ!」とか言って <laughs> 私怖かった袖で見てたの吉本さん何やってんだろうと思ったら「うおーっつって見たことないこんなでかいバズーカみたいななんか自作のバズーカみたいなのを持ってきて客席にね何だ言うの クラッカーのでかいバージョンみたいなのをバーンーンっていうのを自分で持ってって一人で若手の仲間みんなじゃなくて一人でバーンつってなんか破天荒みたいなのを舞台上でやってめっちゃ怒られてた <laughs> <laughs> えそれ覚えてますうそうつすなって言われてたの <laughs> あいつをうつすなって懐かしいです。 あれマジやばかったっすよ、ね、で先輩たちも「何やってんだあいつ」みたいなで吉本さんがもうこんなバズるかもってもう目バッキバキで「ああ」みたいな感じで袖でめっちゃ社員さんに怒られてて上の人に「何やってんねんお前」みたいな「何してるみたいな「すいませんすいません」とか言ってちゃんと謝ってたけど <laughs> でもあの時私は興奮を覚えたんだよねその時にかっけーと思って。 それ間違ってるんだけど「かっっていうのもでもなんかこんな,なんかがむしゃらになんかテレビ出てる出てない関係なしにがむしゃらにお客さんとその場にいるを盛り上げたいっていう思いで怒られても関係ねえっていう吉村さんがかっこよくてやっぱそこからもっとこうリスペクトの気持ちが高まってもっと吉村さんの話聞きたいとかもっと吉村さんの気持ちを知りたいみたいなまでで結構仲良くなったかなうん吉村さんすごかったよ まあやりすぎなときもあったけどね、あの大西ライオンさんがいつもかぶってるダンボールでできたライオンのお面があるんだけど、あれも急にライブ中になんか、ウィーとこうって取り上げて、<laughs> ライオンさんがかぶってるね、ライオンのやつ、ウィー <laughs> ちょっと全身でやるわ、ウィーはい、ボーンとか言って、<laughs> 超客席の遠くまで飛んで、ウィー、ボーンつって。 っていうのとかもやっぱり盛り上がるっていうかでライオンさんも「ちょっとやめろ!」って言ってるけどライオンさんも「ありがとうな」みたいな,なんかすごい盛り上がってありがとうなみたいなかなり破天荒な先輩だったよねうん <laughs> ひどいけどね今の感じだったらだけどやっぱライオンさんとの心のなんていうのつながりとかあそこ超仲いいじゃないですかライオンさんを目立たせたくてみたいなライオンさん お前に出したくてみてウィーンみたいなねそこで結構なんか下りができて盛り上がるみたいなのもあったしなんかすごい愛情がすごいある人ですよね芸人に対してだからまあなんかそんなふうになりたいなっていうのもありましたよ社長ありがとうございますはい次は牛のメンチカツありがとうございます大好きですはい なにわいっかカメラも <laughs> いただきますん幸せですで吉村さんとのエピソードはも喋れないことも多いしあれだけどやっぱり 不思議ですよね青春私にとっての私は中卒だからさ高校時代の思い出とかはないわけよずっと仕事してたしバイト毎日のようにしててお金貯めて東京行くんだみたいなさな青春って感じじゃなかったんだけど20代の時の芸人人生はすごい青春だったかもなその7年先輩だけどねこう同じ20代でさなんかワイワイみたいな感じがすごい憧れだったかな ピアス可愛いとか、誰も聞いてない話。<laughs> 誰も聞いてないのよ。ありがとうね。ピアス褒めてくれてありがとうね。そうね。久々じゃない。 こんな長く飯食ってんの <laughs> マジでいつも20分とかで食べてその後トークするだけなんですよでも今日はねお店の方来てくれてるから永遠でずっと食べれるっていう環境三34かえ今おいなんですか 38?34 38? の四のって覚えてます覚えてますけど変わってないですからねやってることそっかもうほぼほぼずっと一緒というか、うん、そうですねなんか私の中で34っでてちょっと大きいんだよねなんか、うん、33から34ってなんかちょっとわっ来年アラフォーだっていう。 アラフォーだって信じられるいつまでこの髪型やろうかなって思ってる正直できればおばあちゃんになっても100歳までいけれたら100歳になってもこの髪型でいたいんだけど次由もうなくなってると思うんだよねその時には。<laughs> だってこれあと、ね、70年近く 引っ張らななきゃいけないけもう毛がもうなくなっちゃってる可能性あるけどなんかいつまでもポップで若くいたいなと思うその若さっていうのはシミとかしわとかそういうことじゃなくて心をやっぱ大人になるとさ「はちゃんとやなきゃ」とか「こうしなきゃ」っていうのが強くなっちゃうけどそういうのがあるとどん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 さきつくなっちゃったりとかするからなんかできれば34歳の目標は変わらずそうね 子供心を忘れないで、バンバン行きたいなと思いますよ。うん。全然大丈夫だよ。血圧高い、ね、何なの話聞いてた、血圧の話今日一個もしてないからね。どうしたのみんな。ピアスかわいいとか、血圧高いとか。血圧はね、実は私低いんですよ。こう見えて。で、みんなね、 嘘だと思うかもしれないけどこれだけ言わせて最近ちゃんとねちょっと病院行ったんですよ。検査、異常なし、すごくないですか異常なし、全然大丈夫ですっていうふうに言われてやっぱお医者さんもどこかなんか悔しげというか入ってきたときはもうワクワク、ようこそみたいな感じで来たぞみたいな。だから それで血液検査したらええええ,え,え,えみたいなあすごい健康なんですね数値とかも大丈夫だしみたいなだまだもしかしたら若いというかちょっとまだ若いところもあるから体がこう循環がねいいのかだからもうちょっと運動とかしたらもっと良くなるかもしれないですねみたいなことはあったけど、まあ、もちろん肥満なんだけど肥満ですねみたいなこと言われたらまあそうですよねみたいなでマッサージのね前先生に言われたのが「直美さんはね太ってません」って言われたの。 いや私ずっとデブだと思ってるんですけど自分のこととか言ったら「いやオミさん太ってないんですよ直美さんねそのね太ももとか腕とかのこの太さはね脂肪じゃないんですよ」って言われて「えじゃあ何なんですか?」っつったら「全部老廃物です」って言われたのよ <laughs> 老廃物がたまりにたまってこんな大きくなっちゃったんだってだからほら昔あったさ「赤太郎」っていう物語あったじゃんおじいちゃんとおばあちゃんの赤でできた子供それと一緒よ 老廃物でできたってこと赤でできた赤太郎と一緒で脂 <laughs> 肪じゃないんだってえっみたいな老廃物打つってだから常に運動とか体を動かしてリとかちゃんとマッサージ自分で寝る前に足のマッサージとかちゃんとやらないとダメだよって言われてあそうなんだと思ってさ赤太郎赤太郎って呼んでください <laughs> <laughs> あ社長ありがとうございます 最後ですかね。はい。手羽先チューリップ。ありがとうございます。はい、社長どうですか。実際どうですか。あ、ちょっと社長もちょっと聞くんさす。この。どうですか社長。あのー、生の吉村さんは。あ、テンション高いですね。びっくりしました。<laughs> ええー。テレビでもテンション高くないですか。たそうです。ね、生の方がなんか勢いが。ああ。やっぱりパワーが直で感じましたか。はい。おお、えー、と思って。ええー。 でも撮影入るとやっぱスイッチ入るんですねああなんかすごくなんかドーンってそうですね、はい、でもあれでもちょっとね抑えてた方というかねうやっぱ生配信だからちょっとこう変なこと言わないようにしようと思ってましたとは思いますけどどうですか私は実際お会いして,、はい、いしてまあ一回ねお会いしたことありますか、はい、髪型すごいですね <laughs> いやこの髪型作るにどれぐらい時間かかるんだろうと思ってすごく素敵だなと思っていや意外とねこれ早いんですよええー。 これ、三つ編みのエクステを上にポコンってつけてるだけなんで、あそうなんですかそ<う>あ、地毛じゃないんですね。あ、地毛だと思いました。地毛だと思ってました。地毛頑張ってるのかと思ってた。っ<う>え、超ピュアじゃないごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさいや。全然大丈夫です,いすいません。ちょっと一瞬に意識が朦朧とされてたんで。<laughs> <laughs> すいません。あ、もう開けちゃった。<laughs> ありがとうございます。 そうなほ本当にねなんかピュアじゃなーいって言った時にってなったんだよ社長が本当に意識がもうキー<う> <laughs> しないそうに言ってた申し訳ないです失礼いたしましたそっか <laughs> 小さい声で。 今社長ですかいつだのは社長が武田さん武田さんに言ってましたよね武田さんに社長が恥ずかしいっすねっ <laughs> 本当にすみません社長社長の魅力をみんなに伝えようと思ったんですすみません人間ドックもね受けたことあるんだけどその時もう数値が全くなくて人間ドックのあの看護師さんとかも引いてた逆にへーみたいな。 おかしいなぁみたいな感じになっててでなんかその結果のなんかことをまとめてくれたんでねその病院がで数値これ大丈夫これ大丈夫これ大丈夫みたいな「なんか大丈夫!」なんですけどでもまあ数値的にはそうですけどみたいな,なんか納得いってない感じだったので最後になんか「でもとんでもない肥満です」みたいな <laughs> それだけは伝えたいっていう感じだったけど 意外と大丈夫なんだよね水めっちゃ飲むからかな水とあと意外とねニューヨークにいる時は歩いたりとかもするからうんおいしいで体は意外と大丈夫なんだよねでも白髪がすごい正直白髪がね毎月増えてってる1本ずつ これ食べたらね、質問コーナーとグッズの進展を皆さんにお伝えしていきたいと思いますうんおいしかったごちそうさまでした くしてさん。ありがとうございました。ごちそうさまです。本当にありがとうございました。で、最後ちょっと武田さんね、ちょっと。こちらに来ていただきます。怖くない、怖くない、大丈夫。<laughs> 足取り重そう。<laughs> 武田さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。こういった生配信とかに出演したことはあるんですか。もちろんないです。<お>はい、どうでした。今日一日。ちょっとね、初めてのこう出張みたいな感じだと思いますけど。 ちょっと外でやるのはまた全然違って、はい、あのこういう場面に出れるのも初めてでああはい、楽しましていただきましたあ楽しかったですか、はい、あ今日の配信でじゃあどこがお気に入りとかありましたお気に入り、うん、ここが面白かったなみたいないやずっと面白そうでしたえー、はい、面白そうでした <laughs> <laughs> 遠くの方から見てらっしゃった。ちょっと遠くに置いたね。あ、そうかそうか。はい、料理してましたしね。はい、あ、ちなみに今回初めてお会いさせていただいたと思うんですけど、はい、どんな印象です、ね？私意外にちっちゃいなと。あ、それね言われるんですたまに。身長ですか？はい。あ、身長がちっちゃいなっていう。全体にちっちゃい。あ、じゃあもっとこう大きいパワフルなイメージ。イメージです。ええー、可愛い,い。 可愛いです。可愛いですか？可愛いです。え、どこが？どこが？うん、どこがっていうかねと,言われると髪の毛ですか。<laughs> <laughs> <laughs> みんな髪の毛に逃げるな。<laughs> すいません本当に。普段はあれですもんね今日はお店の店舗名言ってもいいんですか？名言っても大丈夫です。あ、ニコタマ。ニコタマ。ニコタマ店から来てくださって。はい。 本当にありがとうございましたま,また私も会いに行きますね、武田さんによろしくお願いします、はい、ごちそうさまでしたありがとうございます <laughs> ありがとうございます本当に嫌なやつっていうかさめんどくさい人だよね、きっと私 <laughs> それでは、えー、食べ物、ありがとうございましたちょっとは、残り物の,のものは後で食べさせていただきますありがとうございました 質問コーナーいつもの毎度いつもの感じの質問コーナーに行きたいと思います。あ、あいす,すいません。すみません。ありがとうございします。いや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 もうだって何時間やってる今ちょっとさ、今三時間か。そうねちょっと質問コーナー行ってグッズやりましょう。 ちょっとあのたらもサラダと野菜はちょっと取っておいていただけたらいつニューヨークに帰るのあ,ー、まあなんとなく決まってるんですけどちょっとまだはっきりは決まってなくてちょっといろいろ日本の時にやっておきたいことみたいなのがあるからちょっとそれをが終わったらって感じですけどなんとなく決まってますでも言えません言ったらみんな来ちゃうんでしょ空港に。 危危ない危ないいだから言えません身長何センチ身長何センチえっと100最近ちょっと縮んで今171ですかね172あったんですけど171になっちゃいましたね でか！さすがに嘘 <laughs> そしたらみんな2メートルぐらいあるようになっちゃうもんね158です、まあ、平均だよね平均の身長だよね好きな色は好きな色は紫です紫が大好き紫ピンクの組み合わせ最高、まあ、ピンクも好きだし、まあ、グレーも好きだし緑も好き今んとここの4つって感じかなうんそうですね 紫だ今日はちょっと紫とね緑な感じだから最近告られましたか告られてーよおい告られてーよ告白とかなんかシンプルなドストレートな告白を受けたことがないかも手紙とかが入っててさ靴箱に。 放課後、学校裏に来てくださいみたいな体育館裏に来てくださいいみたいなパターンないわ一回もえ告白とかされたいっていうか大人になってもこの34歳になっても告白はされたいなんかさ分かんないよ私その平均のさ大人の恋愛が分かんないんだけどさぬるって始まることが多いんじゃないのかな付き合ってくださいみたいな喜んでとかっていうのはないでしょ多分大人になると多分みんなあれじゃないのちょっと。 なんかねみたいなえなんかこれってなんて言うんだろうそち <laughs> 違うか <laughs> <laughs> それはないかこの気持ちな,なんかえなんかおめえが作った味噌汁飲んでみてぇなとかっていうのが、まあ、結婚みたいなプロポーズみたいな感じなのかな プロポーズじゃないのよね違うの付き合う付き合う時よお互い友達で「お何やってんだよー」とか言って <laughs> この肩組んで「わあー」とか言ってなんか友達だったのにもうみたいなさ <laughs> あれ友達だったのになんかあれみたいなそういうのないたまにあってさ私結構その 男の人だからとか女の人だからっていう意識があんまりなくって人として好きだから一緒にいるっていうのが多いかな,なんかこううん超男として見てるみたいな感じがあんまりないというかこう人間として見てるかなだからこう写真撮るときとか肩も組めるとか,なんか腕こうやって,やってねっプとかやったりとかしても別にその男として意識してやってるわけじゃなくって仲間みたいな感じでやってるんだけど。 たまにこうそれこそ上田さんとかもそうだけど男性の人とこう喋って、ね、友達男友達わーって喋ってる時にいやいやどういうこととか言ってパンパンってやった時になんかムキムキみたいな,なんか二の腕がムキついてる時があってえっその時になんか男ってなるときある <laughs> そのあれ何なんか鍛えてるの最近みたいな。 やっっぱちょっとこのムキムキみたいなのにちょっとこうドキッとしちゃう時はあるけどそ,うなそのふとした瞬間みたいなのはやっぱあんのかな恋の始まりみたいなのってやっぱ大人同士ってそういうのあんのかな,なんかふとあんみたいなでぬるっと始まるっていうのが多いのかなだからちょっとね告白みたいなのはされたいです正直もう二人でご飯行くとかになっちゃうじゃん大人になったら意識してる者同士で 2人でご飯になったら、もうお互いそういうことにもなっちゃってるよねみたいな。意識してるから、気があるから来てくれてるのかなとかって思っちゃうし、うせぇが告白って感じだけど、急に来る感じもいいよね。お互いちょこちょこ連絡取ってて、で、まあみんなでご飯とか行っててで、いきなりグループライン、仲いいグループラインあるのに、もう一個のなんか、個人の方で。 え、明日空いてるみたいな感じのやつきて「えもう、まあ、空いてるっちゃ空いてるけどなんでいきなりえどういうことどういうことなんで私男の立場なの <laughs> でなんでさっきから私さ男の立場なの <laughs> 女の子の方をやればいいのに <laughs> なんで「うとか <laughs> だからそれそれがもう告白みたいな感じなのかな大人になっちゃうと。 仲いいグループラインじゃななくくてて個人的にラインしてくるみたいなこれが多分なんか恋の始まりみたいな感じなのか大人だとうーん職場恋愛という職場恋愛っていうのがないからさ毎日違う芸人さんと会うしスタッフさんも別々だからさ毎日会うっていうのはないじゃんだから告白とかもされてみたいねいつかはされたいですねえしたことあります 男性陣今3人いるけどある告白あみんな告白したことあるんだやっぱドキドキするどうしようえ振られたらどうしようと思うのそうなんだなんだよなんかみんな照れてどうしたいつもの勢いは3人ともなんか私のさっきの男性じゃん 3人となんか「<laughs> まあ照れるよね」<laughs> みたいな <laughs> そりゃそうだよねえ女子で告白したことあるよっていう人いるあいない自分から告白したことあるあ告白したことあるえすごいそれやっぱドキドキしたそれはさ明日言おうって決めるのあそうなんだ明日会うから 明日言おうみたいな感じで言を消すんだそんな勇気ねえどう <laughs> 私は告白はねしたことないんですよてか誘えないそう前の段階の,そのご飯誘おうとかもできないから無理なのよでまたねちょっと鈍感な部分があってあ友達としてそういう好いてくれてるんだなのフィルターになっちゃうんだよ芸人として私のこと好いてくれてるんだろうなになっちゃうからな,なかなかね 難しいんだよねだけど今年は本当に告白すれば誰かに好きな人ができたら告白してりとか自分の思いを伝えるっていうのをやってきます頑張って34歳やりまくっちゃうぞ <laughs> あのパワーを上げることもねパワーを人々に私の持っている限りのパワーを人々に あげまくっちゃゃううううぞぞっっってていうことののまくちちでょっとね一歩大人に今まではなんか小学生みたいな恋愛好き好き好きで終わってたけどちょっと一個ね気持ちを乗っけたことをちょっとやっていきたいなと思います34歳の目標それこそまあい,いや下ネタなんでやめときますあの <laughs> 上田さんね上田さんあのちょっと上田さんのお話するけど吉本の」 上田さんあ前にもねチャンネルにも出てもらったりとかしてたけど上田さんは、まあ、マネージャーやってた時もあったけど今は、えっと、ルーム長っていうところでね吉本のもう本当にマネージャー陣をもう束,ね束ねるの上のさんだもんねのグループで4人ぐらいいるのかなルーム長がになってさ忙しいのに今日来てくれてニューヨークにいる時もねちょこちょこ電話したりとかしてで同世代なんですよ1個年は上なんだけど。 だからやっぱルーム長になりましたかっけえなみたいなだ同い年でやっぱ頑張ってるそれこそ社長もそうだしみんな同世代で頑張ってる人見ると私もみたいな感じにやっぱなるよねほんと下ネタ言っても大丈夫だよって言うよじゃあみんな今日は誕生日やもん許してくれるっしょ YouTuber 側の人も。<laughs> 前もも話ししたかもしれないあのインスタライブで話したんだけどそれこそ男の人の気持ちとか女の人の気持ち多分ほら例えば男性同士で暗黙のルールで良くないことってあるじゃんとか女の子同士でも暗黙のルールでうわなんかそんなことするんだみたいなっていう女子同士と男子同士のんとなくのあれがあると思うんだけどそれとかも私結構。 いろんな、ね、先輩とか後輩とかの話聞いてるとあ男性も大変だし女性も大変だなみたいなその社会的にさ男性の社会と女性の社会みんないろいろ大変だなみたいなお互いの気持ち分かるなって思ったまま寝てたのそしたら男になってた夢の中でで超ギャルがさ可愛い,いギャルがさ私のなんかここにいて頭がここにいたの 私はなんかこう座っててさでえってなってさ私なんかそのえ何この状況みたいなでも男なのにやっぱその男の気持ちも女の気持ちもって思ってたまま寝てるから男になっててでギャルがさもうがむしゃら系ギャルだったわけなんかええー、みたいなその私の肩を慣れたりとかどうしたの緊張しちゃってんじゃないのみたいな。 超追い込まれてて私、で、いや、別に緊張とかしてないけどさって、私がいっもゃこになっててさ、で、その女の子が、えー、じゃあ、これはどうって言って、私もこう下の方にしゃがんできてさ、なんかいろんなことをしてきたわけよ。でも、それがもう、痛かったの、なんか、その、<laughs> <laughs> 何の話 がむしゃらすぎていけて,ていて,てててってなったんだけど。言えなくて、夢の中の男の直美がいてって言ったら。この子はがむしゃらにやってくれてるのに、失礼なんじゃないかと思って。頑張って。ああ、っとか言って。<laughs> 演技をしたんだよね。で、起きたの。はぁはぁみたいな。あれ、私。あ、そっか、男になってた夢でみたいな。 夢のの中で気使ってたのなんか男としての立場でギャルに気ぃ使ってたんだよねずっと不思議だよね不思議な夢を見たその時ちょっと男心が分かったっていうか <laughs> <laughs> 夢なんだけど「いてていてて」って言えなかった「ちょっとごめん痛い」っていうのが言えなくてなんか「おうおとかってごまかせた自分が。<laughs> あったんだよね失礼いたしましたしもれたそういう経験ある <laughs> 話せない話せない <laughs> さあ質問コーナーまだまだ受け付けております時間的にもねあと10分10分間質問コーナーやった後にグッズのお話をしてエンディングを迎えたいと思います皆さん質問よろしくお願いしますそれ女も同じじゃん <laughs> 確かに 私はでも言うかな自分が女だったら女だったらというか女性の立場でやるときはそうね痛かったら言うかなある程度はあれだけどえー、あもうニューヨークの家賃気になる人もいるみたいですねニューヨークの家賃は秘密です <laughs> 全然答えない <laughs> 吉村さんに 買っってもらった時計はどうなりましたか <laughs> <laughs> 昔ねあのトーネルズさんの皆さんのおかげでしたで男気じゃんけんあちゃあゃ男気じゃんけんじゃない,時計,いあ時計を買うっていう企画かで吉村さんが選ばれてでたまたまそこに私もいたからっつって直美も来いよみたいな感じになってで吉村さんの時計を買うってなったのに直美の部分も買ってあげなよっつって。 フランク・ミュラーの時計を買ってくれたのその時吉村さん80万の時計だったかなそう頭抱えてたけどね吉村さんでも私は超ラッキーと思って買ってもらったものは、えー、倉庫にあります <laughs> 大事にね逆に逆に倉庫にちゃんと箱に入れて置いてます、うん、そんな感じですかね高いももいい時計だからね 日本に帰ってきたお母さんに会いましたか会ってないですちょっと茨城帰れてないですね帰りたいなと思ったんだけど帰れてないです好きな人と会いましたか会ってない会いたかったんだけど会いたいって言えなかったんだどうすればいいと思うマジで会いたいって言えないの口が裂けても 重いかなとかさ「えこいつなんか俺のこと好きじゃん」え「えしんど」とかさ思われたら嫌じゃん「会いたい」って言えなかったどどどうしよう <laughs> どうしようまあ残り数日なんですが「連絡してみっか!」「キモいと思われるかな?」いきなり。 会いたくなっちった <laughs> しんどい急にそれはしんどいね会いいたたくなっちっちはしんどいかちょっとね連絡してみるわ頑張って時計気になるこれねヴィンテージのなんかエロビデオでも見てますよ <laughs> 何ですか今の音楽武田さん今 エロビデオ見てましたね <laughs> あこの YouTube を今携帯で見ようと思ったんですねそしたら昨日見てたエロビデオが出てきちゃったんです <laughs> 今のは青年ですね広告の声ですね <laughs> 携帯の広告かこ YouTube の始まる前の広告ですか <laughs> びっくりしちゃいました女の子の声で「ねえ,ねえなあなあとかっ何何な何何何何何何何 連絡するか恥ずかしいよ。え、例えばですよ、今日は男性陣が多いから聞くけど、まあ、別に意識してない、まあ、でも本当に別に人としてはすごい楽しい人だし、なんか明るい子だなっていう、でも別にその恋愛対象とかで見てない、まだ友達っていう人に会いたくなっちゃったって、いきなり連絡来た、その、あれ でてなるようなメール来たらどう動揺するそれが冗談で言い合える仲やったらいつも返しますけど、うん、そんなことがあまりなく普通に仲良かったらドキッとし、ます。あ,あなるほど、関係性ね、はい、もう本当に、もう何年も友達とかだったら冗談だなって思うけど関係性が浅い時にあれってまぐってこと いっちょやっやてみっかでも、テレちゃん恥ずかしい。あんまり行けないタイプだからそういうの。でも行った方がいいよね。ちょ頑張ります。今回ちょっと連絡してみます。頑張って。ガチそうだ <laughs>。<laughs> 確かに。<laughs> 皆さんどうぞどうぞ質問の方よろしくお願いします。指輪のサイズ何号ですかいや、マジでわかんない。これで、ね、もう全部自分たちで作れる指輪。 ばっかりよちょっと指毛生えてるけどもう特別に作れるというかオリジナルで作れるような指輪オリジナルっていうかなんていうのサイズが変えられるような指輪ばっかりやってます爪も最近変えていただきましたしこんな感じですよそうだからその場では買わない注文することが多いかも このデザイン可愛いってなったら23か月ぐらい待って私サイズのや,やつを作ってもらうようにしてるかなもう指がもう本当に太すぎて全然入んないから普通のやつがホームステイに行ってもいいですかちょっとびっくりしますそれはいきなりあの受け付けてないですしあのホームステイは来ないでください <laughs> 怖いですいきなり事前に連絡くださいその場合は。 あネットリックスの彼のその後の話聞きたいですあ。1年前、それこそ誕生日の日に話したネットリックスを見た彼ね。いや、もう全然連絡取ってない。あのときハッピーバース出てきたけど、全然連絡取ってない。え、来てないよね。来てないです。来てないです。好きな人からも来てない。 え一言言っていいですかまあちょっとお好きな人の話なんだけどもうどうでもいいと思うかもしれないんだけどもう来ない連絡が来ないっていうのがしんどすぎて毎回携帯見ちゃうの来たかなとかあ来たかなとか言ってなってでニューヨークにいる時もちょっと LINE の様子がおかしくてなんか届,か届いたり届かなかったりとかがあったの結構あれ送ったんだけどええ,えみたいなでもあったんだけど。 もうそれでしんどくなっちゃって、ミュートにしてる、好きな人の通知。ミュートにして、気づいたら、あ、来てたみたいな感じにしてて、なんかもう、その。あ、来た、あ、来てない。あ、来たみたいなふうに、一気一気いうしちゃう、一気一気いう。一気一気いう。遠く止まるんだよな、やっぱ、<laughs> こういう、中卒の部分出るから。 一喜一憂しちゃうからもうミュートにしてるんですよいつもあ分かるえっみ,みんな分かるえっうれしいマジハグしよう分かるバリ分かるっつってやっぱさこういうことやっぱ女子同士最高だよねそうなのよえ男性そういうことしないまあいるかもしれないけどそういう男性もそうだからねミュートにして たまにパッと見たとら、あ、来てるみたいな、なんとかしてるんだよね。あ、わかる、あ、嬉しいわ。そう、しんどくなっちゃったりとかすんだよね。わかる、わかる。私もミュート、ミュートしちゃう派です。あげくの派でブロックするとか、それはしんい。わかるよ、でも、あの、深く入りす、考えすぎちゃって、もういいみたいな感じになって、ブロックみたいなのあるかもしれないけど。でも、その後、連絡取れなくなっちゃうからね。もし来てたら、届かないし。 しんどくななるやかるかるわわかかかそうなのよだからねちょっと、まあ、ミュートにしてるっていうのもあるから今え「おめでとう LINE 来てなかったえ」なんかガチすぎて <laughs> 自分でも耐えられない空気 <laughs> 自分から作っといてくし亭チームドン引き。<laughs> こいつ情緒不安定やん <laughs> 来なかったやまあでもね別に知らないだろうし私の誕生日なんてどうせね <laughs> さっきまでさパカーンとかっ <laughs> <laughs> やってたのに <laughs> もういい分ですもん私はもう次行こう次いい人探します私は もうプンですそんなのは。で向こうは知らないから私が好きってことを、実は知らないんですよ。言ってないもん。え、私一人になった。<laughs> <laughs> 私一人になった。じゃちょっとねラストの質問コーナー行ってからああと一分ですね。ラストの質問コーナー行きたいと思います。皆さんどうぞどうぞ。 ビヨンセと友達になったら価値観合うかな何百億何千億でしょ夫婦で総資産もうアーティストとしてもそうだし、まあ、いろんなものをプロデュースしてるからもうその成功、ね、してるお金もすごいしプライベートジェットでうろちょろしてるのちょっと合うかな私。 話が逆に合うかもねもしかしたらそのお金とかじゃなくてアーティスト的な部分で合わないかあんなストイックじゃないもんな私はそうねビヨンセと友達になれたら皆さんに紹介したいと思います出てくれるかなビヨンセ一生芸人でいたいですか不可質問不可2時間頂い,いてもよろしいですか <laughs> 一生芸人でいたいですか。それは一生芸人でいたいですよね。てか芸人とはみたいな話って私あんましたくない人なんだよね。やばいなんか深い話になりそう。<laughs> ちょっと机服は一回ごめんなさい。あこれ脱げた。すみません。芸人とはみたいなのを口で言うのがあんまり好きじゃないっていうか、私みたいな私まだ15年目だし。 全然もう超ペーペー中のペーペーだしそんなね私が芸人とはみたいなのってなんかね私はこういう芸人まあ自分の目標は言うのはいいと思うけど芸人としてのなんかスタンスみたいな話はあんま好きじゃなくてそんなこと言,う言わなきゃいけない場面があったら言うけどなんかペ,ラペ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 ラ喋りたくないというかだからなんていうのかな私の姿とか結果とか エンンターテイメント性だ見て芸人っつうのさこうでさこういう思いでさやってんじゃん俺たちってみたいないや誰の前でって感じなんだけどなんかそういうの芸人としてあれなしだろうとか芸人としてあれだろうみたいなのをこうあんま表で大きな声でこう言うっていうよりは表ではなんか楽しいこと面白いことをずっとしていたいなっていうのはあるから、まあ、それがまあ一生芸人でいたいっていうのはそうかな。なんか芸人についいてて語るっていうのはあんまり なんていうのかな芸人もやっぱいろんな芸人がいるしみんなねすごい芸人の数も多いしそれぞれのやりたい人を笑わせるっていう目標は一緒だからさなんか楽しませてたらそれでいいかなって思っちゃうかなかあんまりね芸人について深く言うよりも芸人の面白い部分みたいなのを楽しく見たいしやりたいなと思うから、まあ、一生芸人でいたいっていうのはそういうことかなだって吉本の社員として 心がけてることはとか言ってばんばんやってたら思ってたね YouTube とかやってたらどうしたってやっぱなんちゃうねその話ばっかりして全然マネージャー業してなかったりとかさ <laughs> したら本末転倒だしさなんかそうねスタンスを話すってよりはなんかこう見ててほしいというかこんなことやりましたみたいなでまあその裏側とかをちょっとインスタに載せたりとかっていうのはあるかもしれないけどうんなんかそうねスタンス発表したいっていうのはないですね。 あーラストじゃあ行って行きますか何回ラストっていう <laughs> クリスマスの予定はそれこそさ今回もしその私一回も好きな人とクリスマスを過ごしたことがなくてまあ一回やったかドラマの助監督さんを好きになっちゃってさ 雪降る夜だったよ。クリスマスだったかな。撮影が終わった後に勇気出してさ、え、なんとかさ、みたいな。明日って早いですかみたいな。明日早いです、みたいな。で、私も早かったの。朝5時切りだったんだけど、終わったのが10時ぐらいでもしよかったら、このあとご飯行きませんかみたいな。あ、いいですよ、みたいな感じで、2人でご飯食べた雪の日、クリスマスだったかな。 超緊張したけど超楽しかったんだよね10個ぐらい売れた年がで向こうもさ気づくわけよなんか最初はんか「あなみさん」みたいな感じでいつものそのこの間のドラマどうのこうのみたいなでもちょこちょこやっぱ出るんだろうねなんか目合ったりとかしたら「あとか「えみたいなそのいつもの現場と違うみたいな感じになって向こうも「いや確かにね」みたいな感じのなんか <laughs> さっきまでなんとかっすよねって感じだったのよ確かになんか それ超わかかるる気がするかもみたいなため口にもちょっとなってきてみたいなであじゃあつって外出たら超雪がたまっちゃってタクシーが全然捕まらなかったのつ捕まんないですねみたいな寒いってなっててでその人の家は近かったのよでも私の家はそっから車で普通だったら20分ぐらいかかるところだから雪の中だったらもっとかかっちゃうしどうするみたいな感じだなって。 で明日も早いしねみたいな。でタクシーがちょうど1台来て「いや乗っててください」みたいな。で「いやいや,いやあじゃあ回ってきます家」っつってで「そのまま乗ってていいですか?」みたいな「あいいですよ」みたいな。で2人でタクシー乗ってで彼のねその助監督さんの家ついてでなんか「みたいな「その <laughs> あじゃあここだよ」みたいな「あじゃあ気をつけて帰ってください」あ「あはい!」 はいじゃあまた明日みたいな感じでそのまま私は書いてたんだけどもしかしたらっていう可能性あ,あったよねそこであじゃあもしよかったらうち泊まっててみたいなでもできないじゃん明日からちょっと撮影だから一緒に気まずいじゃんそんなさで朝着いたらなんかやっぱ意識するよねお互いあ昨日はみたいなでも二人で言ってるから周りには言えないからさあ昨日はみたいなでその時メイクの浜崎さんっていうねメイクの 50代ぐらいの女の人がいて、あの本当競馬が好きで、全部あのなんか競馬のファンファーレが着信音だったりとか、な <laughs> <laughs> んか、すごい好きな人がいて、その人が言ってたの、実はあの人が好きでってって、えー、みたいな、実は昨日ご飯行ったんですよみたいな、秘密ですよとか言って、言ってた5分後、全員してた、もう浜崎さんが全部言っちゃって、2 <laughs> 二人でご飯行っかんなってけど、みたいな、いい感じじゃーんとか <laughs>、付き合っちゃうかもね、みたいな。 一斉にバレてでその女関とかの人もえみたいな私もなんかあみたいな感じだったでみんななんかおいいじゃないですかなんかい付き合っちゃうんですかみたいな感じになって本当に終わったあの日は <laughs> <laughs> でもすごい素敵な方で別にその後何があったってわけでもないんだけどうん浜崎さんも全部言っちゃうからね気をつけてくださいありがとうございますこれが最後の質問でした皆さんグッズグッズの話忘れてませんかちょっとお水持ってくる いちったあ、あすす。みまません。ありがとうございますグッズね、まあ、100万人を記念してナオミクラブでグッズをちょっと作ろうかみたいな話になってたの、うん、でもちろん100万人用のグッズっていうよりは100万人を記念してグッズを作ろうだから要はグッズを開発っていうかなんていう100万人記念だけじゃなくってここからグッズ展開をしていこうっていう企画なんだけど今いろいろやってます T シャツだったりとかハンカチとかあと私やりたいなと思ってるのはブランケットとかでこの間いろいろ撮った写真もあったからそのネロさんっていうねニューヨークのヘアメイクをしてくれてるネロさんが結構写真が上手くてで、その撮った写真とかを使ったおしゃれなものを作っていこうかなと思ってるんだけど前回の生配信でみんなに聞いたじゃん。どういう、いなんか、 あ,のあれが欲しいみたいなグッズが欲しいって言っていろいろねバーって書いてあったのをこのねマネージャー陣みんなで、ね、書き起こしてねでそこから私がこれいいじゃんみたいな感じであのデザインしたものをちょっとね皆さんに今日はね発表したいと思いますあもちろん今はデザイン他のもう出すって決定してるやつあるんだけど、あのー、これどうっていうみんなからもらった意見をもらって 皆さんに今から提案しますで私、絵描いたからそれをちょっとね、皆さんに召喚して、これ欲しいかっていうギリッギリのやつね、だから他のやつとかだったら、あこれは確かにいいかもねっていう案はいただいたんだけど、えこれ本当に欲しいっていうものを私が絵で描きました、想像しやすいように。それをじゃちょっと発表していきますね。まず、これ意外と多かったんだよね。孫の手が欲しいいっていう <laughs> いる孫の手のナオミクラブデザインいる孫の手にデザイン性必要あれってさ別にそんな「ナオミクラブ」って書いてあってもなんでってなるし「孫の手」って言われたんだけど一応私がデザインしましたナオミクラブの孫の手だったらこうだろうっていうのでデザインしたこれ見たらみんないるかもしんないじゃんはいいきますこちらですね孫の手どうですか 孫の手はいこのような感じであのー、まず私の腕です私の腕と同じ太さにします孫の手は <laughs> 腕の部分は私と同じ太さにしてで指も同じ太さにしてでネイルいつも長いネイルつけてるからあの書きやすいように先っちょをね長いネイルにしましたまあそうね1 5ンチぐらいかな1 5ンチぐらいの爪にしてそしたらもう本当にあの 背中のところ、もう本当奥の奥までかけます、綺麗に。どうですかえー、コメント、怖い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 。怖い怖い怖い痛そう怖い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 。失礼いたしました。<laughs> 皆さん、失礼いたしました。ちょっと怖かったね。さすがにね。ちょっと怖かったね。<laughs> ちょっと怖くなっちゃったね、みんなね。まあでもそんな感じでちょっとやっていきます。どうですか、みんな。これ、孫の手どう欲しいこのパターン。ちょっとデザイン、怖い怖い怖い。びっくりしました。 <laughs> 折れるでしょう確かにあの爪は折れるしいらないよえ背中傷だらけいらないいらないいらない作らなくてよかった <laughs> 作らなくてよかった <laughs> じゃあこれ却下ねはいでももう一個ありますもう一個ねやっぱりさみんな家に帰ることが多いじゃない 家家ににるこことが多くてやっぱ家を豊かにしたいこの気持ちはわかるでしょちょっとしたお皿もかわいいものにしたいとかさなんかコップとかもおしゃれなものにしたいとか,なんか家のいろんなところを変えたいとかあるでしょドアノブナオミクラブ仕様のドアノブ何ですかって感じじゃん。 これでもね吉村さんの渾身の案なのなよ <laughs> <laughs> 吉村さんがさっきドアノブとかいいんじゃないいいですねみたいなで。それで描いた絵があります。これ欲しいか欲しくないか。ドアノブって変えられるから。ちゃんと、ね、業者に言えば変えてくれるからそのドアノブをナオメクラブのこう100万人記念で描いた絵がありますからちょっとそれをじゃ見ていただきましょう。えー、こちらです、はい、こちらのドアノブどうでしょう 正面から左に映ってるのが正面から見たドアノブででこの横から見たのがそのドアノブの <laughs> 部分なんだけど <laughs> 正面は私の顔なのよ。で横から見たらその首の部分が後ろにぶわってドアノブになってるってこれどう?欲しい「欲しい」<laughs> <え>「欲しい」「えっ!」「うんごめんなさい」<laughs> 怖い」とか「そうじゃない」とか <laughs> え「そうじゃない」ってどういうことなの これ一生懸命描いたんだよこれを絵型にしてデザイナーさんに渡すっていうえこれ怖いかドアノブ無理かカバーなら欲しいあなるほどねカバーねカバーだったらありかこれちょっと怖いか画期的だなって思っちゃったんだけど私は怖すぎるかちょっとやめときますかじゃあ あでもドアノブカバーはちょっとありかもしれないからドアノブカバーちょっと考えてみます。はいということで、えー、今のところ私が出した案は2つとも却下ということでよろしいですか皆さん。はい分かりましたで。これちょっと却下で。で、えー、と随時ちょっとグッズの方は発表していきたいと思いますのでちょっとね YouTube も生配信が実はちょっと今後ねちょっと厳しい。 ななってくるかもしれない今ちょっとね頑張ってね月2回とか1回とかやってたかもしれないけどこっからちょっと私の中ではちょっとこう仕事そう YouTube 以外の仕事もちょっと集中してやっていこうかなっていうところでもあったりとかするのでもしかしたら何ヶ月か先になっちゃう可能性がありマンチョロピーなので。 情報だったりとか、細かい情報は、私のインスタの方で、ストーリーの方で、常に投稿していきますので、あのそちらの方でチェックしていただけたらなと思いますので、ぜひ、インスタの方のフォローをよろしくお願いします。あれ、ちょっと寂しい。大丈夫、終わらせるわけじゃないから、YouTube をやめるってわけではないですからね。はい。さあ、皆さん、忘れてませんか一発入れときますかあ社長たちも一緒にやる嘘ですよ、嘘ですよ。本当にやる <laughs> 武田さんもちょっと待って、社長が変な人いっちゃいちゃってるよやりましょう、やりましょうあじゃあちょっと、やりますかダンスだけでもいいですよダンスあの,あの、急に来たんですけど、何やるかあんまりわかんないですあ地獄へようこそ今からやるのは、あの伝説のハッスルタイムですよ大丈夫ですか、社長はいハッスルタイムいける武田さんもいけるいけませんえいけませんいけません <laughs> <laughs> じゃあ,あの、<laughs> 本当に自由で大丈夫です。私はただここで、わーってやってるんで。あのお二人は、もう全然シンプルに、あの立っててもいいです。踊っても一緒、一緒の立ってもいいですし。5十人大丈夫ですか<つ>。大丈夫ですか。全然何でもいいですからね。私が、全部、やります。かあ、いいですよ。あ、あ<れ>物ボケできた。屈性 <laughs> ですね。屈性のランプを今日持ってきてくれたんですよ。社長。 いいですかじゃ,あじゃあ、ものぼけ担当は竹田さんってことでよろしいですか <laughs> <laughs> このものを使ってっていう <laughs>。いきますよ。パスします。わかりました。それでは、一分弱の発するタイム。皆さん、よろしくお願いします。<laughs> ええやったよ、みんな。やってくる。いいね。いいね。 いいねを押してってイエイイエイ武田イエイイエイ社長今日はおいしいおいしいおいしい串揚げありがとうよかったねよかったよよかったよやった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 いいねを絶対押してていいねとチャンネル登録してくれないと泣いちゃう泣いちゃうよ泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃう,泣いちゃうよあれなんかこっちだけ静止画ですか <laughs> いいねを押していいねを押してじゃあ最後に一言お願いします ありがとうございました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> ね、無茶振りでもさ、すごい素敵で、いや武田さ、すごい逆にかっこよかったです <laughs> <laughs>。社長もノリめっちゃ良かったし、武田さんもなんか本当に武士道みたいな、い俺はこれでいくぜ。いう素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> こんなこと聞いてねえよって顔された。<laughs> <laughs> すいません、本当にありがとうございました。いす,すいません。また行きますね、そして。よろしくお願いします。ありがとうございます。 いや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 本当に素敵なハッスルタイムになったんじゃないでしょうか、はい、<laughs> じゃあちょっと時間的にも間もなくね終わると思いますから皆さんゆっくりじゃあ最後は終われていきますかみんなありがとうみんなありがとう今日はね誕生日っていう感じはしないんだけども 本当にね素敵なケーキだったりとか、で、すごいってありがとうございました。あ、何？うん。あのー、スタッフチームからさんお誕生日ケーキです。でえ<っ>、何この変なやらせ感みたいな。<laughs> 私も知ってて演技してるやつみたいな。<laughs> え、何何？あ、でももう終わりです。すいません。せん吉本チームから？はい。皆さん。うん 何？冷蔵庫入ってたね。え、なんだろう。なんでなんで <laughs> なんで開かないの。なんで取ってないのリボモ。片隅だ。<laughs> <laughs> なんで？ あ、いけそう、いけそう、いけそう。<laughs> いや、こんなやつ。<laughs> こんなやつモテるか。<laughs> いきなり <laughs>。うわっマジか。うーわー横井さんのチーズケーキだ。もちろんあのケーキもね、大好きなケーキなんだけど、これ横井さんのチーズケーキっていう、愛知県 どうだっけリフ愛知だよね。でロケしたときにめっちゃ美味しいケーキ屋さんがあって横井のチーズケーキっていうケーキなんだけどこれチーズケーキなの私大好きでねでも本当にお忙しいとかもう人気すぎてなかなか手に入らないんだけど吉本チームが「えっチーズケーキ横井さん注文してくれたの嬉しい!」見てほらバターみたいでしょ。 レアチーズケーキんなんかチーズケーキなんだけどこれをカットしてこのようにあカットされてるのもあるこのようにカットして食べるのよでクッキーフォークがクッキーになってて、ね、これで食べるんだよね横井のチーズケーキごめんなさい愛知でも岐阜でもなく三重県でした三重県の横井のチーズケーキちょっと調べてみてめっちゃ美味しいからこれはうれしいですありがとう。 ちょっとこのケーキと先ほどのケーキ先ほどのケーキねみんなでわけわけしながらこのチーズケーキは一人で食べます渡しません誰にもえーありがとうわざさん。すいませんチーム吉本もね本当にありがとうございますえ社長プレゼントを持ってきましたえプレゼント、はい、ちょっと社長こんなに出しゃばっちゃって大丈夫ですか いやいやいやもうえ何うちの会社で最近作ってるえプリンしかもス,スイートポテト味嬉しいありがとうございますえトロタマカスタードえこれ作ってるんですか来週販売しますおい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 宣伝ぶち込んでんじゃないかよおいえありがとうございますいいんですかこんな来週発売のやつお先に食べちゃってはいぜひありがとうございます。<laughs> 嬉しいです。なんかこんな至れり尽くせりでいいんですか。おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> 嬉しい。ありがとうございます。皆さん本当に。で、うぐらさんからは何か。プレゼンちょっと、はい、あの笑顔をお届けしに来ました。はい。はい <laughs> <laughs>。はい。 ありがとう。<laughs> ありがとうございます。すいません。あじゃあシーズケーキちょっとね。これ冷蔵庫入れてもういっぱい。今週もういつもケーキありがとうございます。本当に横浜のチーズケーキマ街で美味しいから、みんな全国配送してるのかな？ちょっと調べてみてください。本当にね。美味しいので、でプリンもちょっと冷蔵庫入れときましょう。ありがとうございます。ちょっとね。私も一個告知があって、ちょっとあの子を。あの子をお願いします。

世界バージョンもありますこんな感じで、あー、ちょっと飛んでるかな、飛んでるかな、こんな感じ、ちょっとね、一緒に作らせていただいたんですけども、これ、ネットとかお店でも使える作れるのかなで、限定なんだよね、限定で数が少ないみたいで、で、ちょっとこの私のほら、前髪があるからさ、前髪があって、ちょっとアップで見せる、あー、いいね、いいね、いいね、かわいい、なおみちゃんモチーフって、そうです。 直美ちゃんモチーフです。ありがとうございます。このねハンバーガーを持っててでお洋服にもハンバーガーがあったりとかこのアイマスクがあったりとか本当にかわいいかわいい子なのでぜひ皆さん迎えてあげてください。ちょうどねあの私もゲットできたのでちょっとここで紹介しようと思って今日発売なのしかも今日発売なのでぜひ皆さんあのチェックしてみてください。デディィズズニニーー、で売ってるのこれはディズニー ディズニーストアで売ってる、ディズニーストアで売ってる、ディズニーストアで売ってます。ぜひ皆さん、ペパロニちゃん。チェ,クチェックしてみてください。ありがとうございます。ちょっとこの子よくいて、可愛い,い、なんか。そう、ぽっちゃり系なんだよね。他のキャラクターとは違って、ちょっとぽっちゃりに作られてるみたいで。このお洋服とかもありますので。 ペパロに買いました。第二弾楽しみにします。おお、ありがとう。買ってくれた人もいる。ありがとう。おいくらですか。お値段はおいくらですか。ちょっとお値段が六千五十円税込み。で、急に通販番組？<laughs> <laughs> <laughs> 急に通販番組みたいになったんだけど。そう、ぜひあのチェックしてみてください。すごいかわいいのでお願いします。じゃあペパロニちゃんも一回ねちょっとおいてね。 あありがととうございますあとはないかな告知か寂しいなもうここでもう一旦、ね、日本私は離れていきますがなんかじゃあ逆に身内の皆さんから質問せっかくだからあんまりほら普段私一人でやってるからさ今日もうスタッフさんがいてくれて本当に本当にハッピーだからちょっと皆さんからの質問じゃありますか はい、最後に、うん、上ちゃん僕からじゃあニューヨークに戻って最初にやりたいことってありますかティンダーを開くかな、うん、早速それはもう34歳の目標ですから出会いをいっぱい言ってるのでティンダーを開きます 他にありますか質問あじゃあどうですか質問何か,か,か、ね、何か質問があれば何かありますマネージャー陣もう別の仕事始めてるけど何 <laughs> 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 かあります じゃこの辺で皆さんお別れしたいと思います <laughs> 本当にありがとうございましたこんなにないことあるねえ次はいつ日本にいやあの正直さっきの上田さんともだいぶ浅かったけど、ね、<laughs> 質問 LINE <laughs> が難しいえどういうことですか聞きづらいこともあるってこと いやま最、あ、最後の最後の質問だったの。はいはいはいそ,でそ最後の質問だからここでバシってその質問に答えてありがとうございました。みんなってやりたいんですよ。うん、なんかおウルスン好きなフルーツはなんですかいや。ひどいなひどいなネットで調べてください。それは渡辺なお好きなフルーツで出てきますから絶対。 桃かな桃が出てくるるかなもっとあるじゃん吉本的にもさ今後のニューヨークでの展開をどう考えてますかとかさ日本で今回滞在してみて何か意識が変わったことありますかとかさ、まあ、別にそれで最後終われるかどうかも分かんないけど <laughs> フルーツどうでもいいな。 じゃあちょっとねあの本当に今日も皆さんお付きあいありがとうございましたたくさんの方にあのお祝いもいただきまして吉村さんも本当にありがとうございました、えー、ニューヨークあ日本はちょっと1ヶ月ちょっとの滞在でしたけども、えー、またねちょっと多分お仕事で戻ってくる可能性もあるかもしれませんがその時はまた温かく迎えてくれたら嬉しいですそして皆さんチャンネル登録とあとインスタの方のフォローもよろしくお願いします で、この後アーカイブに残るんですけども、えー、ぜひね、コメントの方もしていただけたら、いいねを押しに行きます。ぜひ皆さん、えー、今後もね、今後とも34歳になった私でも、 えー、可愛がってください。そしてみんながね、楽しんでいけるようなエンターテイナーになれるように頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。それでは今日は長時間、結局さ、2時間でいいよねとか言ってたに、もう4時間ぐらいやっちゃったけど、えー、長時間みんなたくさんのコメントありがとうございました。えー、また明日お会いしましょう。明日もまたインスタで、インスタを毎日更新、ストーリーの方も更新してるので、そちらの方もチェックしてください。それでは

バイバーイ。お疲れ様です。タケダさんがめっちゃ弾けた。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。ありがとうございました。よい,いしょ。トン。